藤井と申します。ちょっと皆さんの前にお名前を書いた、前でつけてよろしいですか。皆さんどういったかわからないと思います。どうしますね。じゃあお名前教えていただいて、はい。放射能拡散に反対する会の和田と申します。よろしくお願いいたします。まず会社の前にですね、本日はお顔の撮影をなしということで来ていただいているんですけれども、その理由は何なんだということで納得されてない方々がおそらくここにいらっしゃる皆さん納得されてないと思うので、念のためには理由をお聞かせいただけませんでしょうか。もしもし、環境省の藤井と申します。本日はよろしくお願いいたします。組織として回答しているんですけども、我々としてお答えに対して回答するという立場で、来させていただいているのでありますので、そういう形でさせていただければと思っております。ちょっと理由が分からない、そういう感じ。じゃあ後ほどということで本題の方に、入らせていただきます。携帯の方をマナーモードの方に、していただきますようにお願いいたします。早速ですけれども時間が押しておりますので、質問の方に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、1番目から、参りたいと思います。中処分にかかる費用は4000から6000億円との試算が提示され報道もされている。この算出根拠をお示しいただきたい。なおこの試算は再生利用にかかる費用は含まれないとのことであるが、再生利用の試算を合わせて教えていただきたい。もし試算されていないようならその理由をお聞かせいただきたいということで、冒頭からお金の話で恐縮なんですけれども、あまりにも巨額の費用が動いているにもかかわらずこの問題が全く問題とされていないと思いますので、ぜひ今日はじっくりご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。環境省の大野と申します。一つ目のご質問に関してなんですけれども、回答を配りしている通りでございまして、今こちらにお示しいただいているですね、4000から6000億という数字につきまして環境省からご提示をしたということはございません。研究の一環の中でですね、報道でこういう数字が出たということは承知をしておりますけれども、現在環境省といたしましては今年度中にですね、これまで実証してきた原用ですとか再生利用に関する実証事業の成果を取りまとめた上でですね、最終処分に関する方向性を進めていくということを考えております。で、その中で、再生利用の方法ですとか最終処分の方法も検討を進めていくということでございまして、現段階でこういったですねコストの試算を行っているということではございませんということで、ございます。1番目に関しては以上でございます。この、4000から6000億円という数字は、除染学会の方で、提示されたということで、この報道というのは NHK の方で、国立環境研究所の大迫さんが、この費用に、現用化を、上乗せしない、現用化をこれに含めないともっと増えるぞと、いうことをおっしゃっていると思うんですけれども、現用化の費用も、ここに含まれないということだと思うんですね。ですので、4000から6000億円、6700億円というのが上の数字だったと思うんですけれども、これにプラスして現用化の費用も含めて、でさらに、再生利用の費用がかかると
いうことだと思うんですけれども、まあ、そのあたりのこともあの全く、お答えいただけないんでしょうか。あの4000から6000億という数字をですね、あの我々があの試算したものではございませんでして、その前提条件ですとか、あのその費用試算に含まれている範囲についても、あの我々からあのお答えするものではないというふうに考えております。あのいずれにいたしましても、あの先ほどお答えした通りですね、あの現在あの再生量も含めまして、あのまあ県外最終処分の方向性について検討している段階でございますので、あのそういう検討 の, あの進み具合を見ながらですね、あのこういうコストのことについてもあの考えていくことになると思っています。はい、わかりました。次の、質問に移ります。中間貯蔵施設への汚染土搬入量は当初の試算である2200万リューベイから1400万リューベイへと3分の2以下に減少しているが、費用は現在までで1兆1000億円から1兆6000億円と膨張し、さらに再生利用と最終処分費用が上乗せされるというのことであるが、最終的には3兆円を超える規模になるということでしょうか。新たに必要な費用は、経費は改正されたエネルギー特別会計の石油石炭税より繰り入れられるとのことであるが、詳細な説明をお願いしたいということです。はい、環境省の新保と申します。中間貯蔵事業の担当をしております。2番についてご説明させていただきます。中間貯蔵施設のですね、関連の費用につきましては、まあ、ご指摘の 1.1 兆というところはございましたけれども、あの2013年、まあ震災が起きて2年後、まあ、かなり当初ですけれども、まあ、この時点でですね、まあ、その時点でまあ最大限想定し得るような範囲ということで、まあ、当時の知見をもとにして 1.1 兆円といったところを試算しておりました。で一方でですね、まあ、その当時は、まあ、その後中間貯蔵の区域の中の用地がどのように取れるかですとか、まあ、具体的にどのような施設の設計にするのか、まあ、それからそこに向けてですね、どのような形で輸送を実施するのか、まあ、そういった具体的なところがですね、まだいろいろと決まっていなかった中で、まあ、あの仮で弾いた 1.1 兆円といったものがございまして、まあ、その後ですね、あの有識者での検討会等を踏まえまして、輸送時の安全対策ですとか、まあ、施設の使用といったところが、まあ、具体化をしたといったところで、2016年の時点でですね、まあ、当時の最新の知見で 1.6 兆円という費用の見直しを行ったところでございます。それからですね、まあ、あのつい最近の動き、昨年度末の動きといたしまして、あのこの2016年当時にでもですね、あの基幹困難区域、こちらをどのようにあの進めていくかといったところがまだ政府方針として決まっていない段階でした。で、まあ、その後ですね、あの今でいう特定復興再生拠点区域ですとか、まあ、特定基幹居住区域という新しい制度も昨年できましたけれども、あのこういった基幹困難区域でのですね、除染といったところが新しく始まりまして、そういったところからの除去土壌等の搬入処理といったことが追加されたといった状況の変化を踏まえまして、2023年時点で改めて 2.2 兆円というですね、事業費用の見通しを立てて、あのご説明させていただいているところでございます。で、あのご質問の後段の方でですね、開始されてエネルギー特別会計の石油石炭税より繰り入れるということが触れられておりますけれども、こちらはご指摘の通りですね、特別会計法の改正によってエネルギー需給官庁の方から電源促進で、あの現在の財源の方にですね、あの別の、エネトクの別の財源を繰り入れることが可能というような制度改正が行われておりますけれども、あくまで可能といったところになっておりまして、今回の、今ご説明差し上げた2016年、2023年の見直し、いずれにおいても費用の回収方法については変更は行わないものというふうにされております。まあ、現在はですね、最後 の, その最終的に3兆を超える規模になるのかどうなのかといったご質問につきましては、まあ、現在再生量を含む県外最終処分の方向性を検討している段階といったところで、あの一番のご回答で申し上げさせていただいた通りですけれども、まあ、現時点で再生利用と最終処分について、まあ、費用の試算は行っていないという状況ですので、あのちょっとお答えしかねるということでご了承いただければと思います。2番については以上です。じゃあ3番に移ります。中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金、ないし、公益的現用化施設影響緩和交付金に類する、除去土壌再生利用実証事業の受け入れ自治体、南相馬市や、飯舘村に対する交付金はあるか、ある場合はこれまでの実績を示されたい。
また今後再生利用が行われる場合にそのような制度を構想されて、おりますでしょうか。はい、ご質問の件ですね、塾道場の再生利用実証事業の受け入れ自治体、南相馬市伊達村だと思いますけれども、こちらに対する交付金ということは、ございません。またご指摘のような、制度ですね、そのような制度を構想されているかということにつきましては、現在再生利用の実証事業を踏まえまして、技術的な知見を取りまとめてですね、成果を取りまとめていこうというところでございまして、現時点で具体的にそういった議論をしているといったことはありません。長泥地区で実証事業をやっておりますけれども、長泥環境再生運営協議会、第7回のところでですね、住民の方がこのような提案をしております、基金というところ の、 資料なんですけれども、基金という項目のところに、再生事業ができたら終わりではなく、5年10年と村や長泥が自由に使える基金をお願いしたいと言ってるんですけれども、これは唐突にこういった基金をお願いしたいっていう言葉が村民の方から出てきたとすると非常に不自然だと思うんですけれども、これは前触れがあったためにそのような発言が出てきたのではないでしょうか。こちらも先ほどお答えした通りですけれども、何か具体的に我々からお話をしたりとかですね、こういった話があるということではございませんでして、さまざまなご要望をお聞きしている中で、そういったご発言があったものと考えております。繰り返しになりますけれども、現時点で何かそういう基金ですとか交付金のようなものがあるということではございません。これまでのところ何かご質問等ある方いらっしゃいますでしょうか。すみません、エネルギー特別会計のところのちょっと分からなかったので確認なんだけなんですけど、これの回答、費用の回収方法について変更を行わないものというのがこれの回答で、はい、おっしゃる通りでございます。いいんですね。先ほどこの繰り入れ可能だけれども、はい、制度上できることにはしておりますけど、実際は発動していないということです。発動していない、発動というか繰り入れを行っていないということ。現在は行っていないけど、はい、今後その可能だからその可能性はある、可能性はゼロではない、制度上できることにはしてますけれども、少なくとも今回の 2.2 兆円への見直しまでの間は財源の見直しは行わないという方針とされております。でこの中間貯蔵施設については、要するにもう国がお金を出すと、税金でやっているか公税でやっているかになっているわけですよね。現在東電国がというか、今で言いますと、電源促進開発税という電気事業者が、負担をする税金が、国にエネルギー特会の財源という形で上がってきて、それを原資として、支払いをするという形になっております。実質的に負担をしているのは電気事業者になるかと思いますけれども、一旦は国のエネルギー特別会計というところに入ったもの、もう現時点でエネルギー特別会計になっているけど、石油石炭税については可能だけど、今やっていないと。そうですね、厳密に言うと、エネルギー特別会計の中でいうと、エネルギー需給勘定という財源がございまして、そちらから繰り入れるということが制度上可能にはなっているけれども、それは実際は、行っていないということです。だから他っていうか対象とかは東電に吸収することになっているけれども、この中間貯蔵については東電に吸収をもうしないことに決まっているわけですね。ではないですね、吸収は行ってます。吸収は行っております。はい、エネルギー特別会計から出すけれども、それはやっぱり立て替えているだけであって、東電に吸収するという意味ですか。東電には吸収は行います。それは東電も中間貯蔵中間貯蔵変わらないです。じゃあもう全体そうなんですね、今のところ全て
そういう意味ですと、すみません、ちょっと除染の担当ではないんで、あれですけども、帰還困難区域の特定復興再生拠点と特定帰還居住区域の、除染行為そのものについては、東電に求償する形ではなくて、国費で対応するということになっておりますけれども、それ以外の項目については基本的には求償だと考えていただいて間違いない。中間貯蔵施設は求償です、はい、全般的に求償です。再建はあくまでも建て替えであると、はい、建て替えというか、そうですね、ちょっと環境省としてなかなか説明しづらいところで、すみません、財源のスキームについては、ちょっと経産省の方が基本的に一時的に、ご担当ということで、ちょっと大変恐縮ですけれども、少なくとも我々としては求償はさせていただきますし、その費用、東電の方が、どこを財源にするかといったところについては、経産省さんの方で検討いただいていて、現時点では、エネルギー、すみません、電源促進税を財源としたエネトクのところから支払われるというふうに、環境省としては聞いているという立場になります。はい、で今の一つ、中間貯蔵施設のということで今聞いてるわけですけど、はい、この再生利用については、どっちに入るか、もしこれ、再生利用しようと言ってるけど、はい、現時点でですね、今後 その県外最終処分に向けた再生利用の実証としてですね、行っている部分については、現在の中間貯蔵の費用の中で読むこととしております。で一方で、今後本格的な、再生利用ですとか、県外最終処分を実際に行う時の費用については、現時点では、財源については決まっていないというか、状況になります。今後、関係省庁の中で議論が必要な内容になっておりますけど、金額も決まってない。ただ、それは、財源が決まっていないというのを見て、東電に求償するということ自体は基本的には変わらないです。はい、ちょっとよろしいでしょうか。2番のところでですね、1.1 兆円から 1.6 兆円と見直しを行いましたという理由としてですね、未確定であった輸送時の安全対策や施設の使用が具体化したことからという説明なんですが、当然最初の時点である程度この中身について見積もってたものが確定したら増えてしまったということなのか、それとも最初からここの部分は考えてなかったということなのか、その辺はどうなんでしょう。正直なことを申し上げまして、最初の時点でですね、全てを想定しきれなかったというところがあるかと思います。で、少し具体的なところで申し上げさせていただきますと、今の中間貯蔵の土壌貯蔵施設というのがですね、8箇所ございますけれども、当時はそれこそ中間貯蔵区域ということでですね、1600ヘクタールを、ある意味最初から使えるというような想定で施設を、一つにですね、集約をして、そこに、ある意味通常のですね、輸送というか通常の運搬のような形で土壌を輸送するようなイメージだったところが、現実的にはですね、地元の方と用地の交渉させていただく上でですね、なかなかそのこれまで住んできた土地を手放すことに心理的な抵抗がある方があったりですとか、そういった形で我々の方で取得させていただける用地というのが、少し限られている部分があったと。で、その限られた部分の中でもやはり事業ですね、福島県が、全体の復興のために事業を進める必要があるといったところで、その取得できた用地の中で少しでも貯蔵できるスペースを作るようなやり方で進めてきたといったところがございます。それから輸送について言えば、やはり放射能に関してのですね、健康影響ですとか、そういった不安の声といったものがやはり地元から非常に強く寄せられたということもありまして、今本当にですね、袋一つ一つを全て全量管理しておりまして、輸送の時にはですね、当然タグというものにいろんな袋のどんなものが入っていて、どれぐらいの濃度が想定されていたのことを全て記録をした上で、それを運搬するときには前代 GPS でですね、車両を管理して、最初に予定した運転ルートから少しでも外れるとアラームが出るような形で、本当に全てきっちり管理をしてやっていると。でそういったところまでですね、一番最初事業が始まった当初に全て費用を見通せなかったところというのがあって、費用が、結果的には上がってしまったといった状況でございます。輸送についてはある程度最初は見積もってはいたんですか。もちろんその当初その運搬をするということ自体は当然決まっておりますので、単純に運ぶということ自体はもちろん見積もってはおりますけれども、今やはり除去土壌をですね、運搬させていただくことの要望とかも踏まえましてですね、しっかり地元の方のご理解をいただいた上で運搬をするために必要な対策というのを非常に重点してやってきたといったところでございます。ということは当初は本当に
ダンプで輸送する輸送式しか考えてなかったって、そういうしか考えていなかったというか、どこまでの対応するかというのが、まあ、見積もれなかった中で、まあ、とはいえですね、見通しを全く立てないでどうなるかわからないので金額かじくせんというわけにもいかないので、はい、まああの最低限といったらあれですけれども、まあ、当時の知見の範囲で、まあ、少なくとも、まあ、これはかかるだろうというような費用を見積もったというふうにご理解いただければと思います。それからあのこれから期間今もう始まってますけど、帰還困難区域から その運搬とか処理が必要追加になったということで、当然同じようなその輸送に関わるその安全の管理ですね、私も見学しましたけど、あのコントロールしてますよね。ありがとうございます。あれはそのままあの残って使われるのか、当然実施させていただきます。あ、そういうことです。はい、じゃあそれは新たな費用は発生しないということ。そうですね、まあ、当然そのあの対象の物量が増えればですね、まあ、その分だけあの費用を発生しますし、まあ、あとはその施設をあの運用する期間がですね、あの対象が増えればそれだけ伸びるということになりますので、まあ、施設の維持管理ですとか、まあ、あの期間が伸びると、まあ、耐用年数を超えてしまって大規模な修繕ですとかですね、部品の交換とか必要になって、まあ、その金額がかかるようなところもあのございます。まあ、そういったところで、まあ、費用の見直しをまあさらに行わせていただいたというところでございます。わかりました。じゃあ次に移らせていただきます。4番ですね、除染廃棄物という言葉がよく使われているが、環境省 Q&A では、除染廃棄物の処理についての説明では除去土壌について書かれている、再生利用という処分を導入したときに、新たに除去土壌について最終処分対象のものは除染廃棄物とし、再生利用対象のものは循環法制にいう資材あるいは有価物というわけになるのか、また中間貯蔵施設に保管されている10万ベクレル超の廃棄物についても最終処分場で最終処分されるのか。はい、ありがとうございます。ですね、除染で出たものということで、我々大きく2つに分けております。除染で出た、まあ、土壌とですね、廃棄物に分けていろいろと整理をしてきておりまして、まあ、土壌については除去土壌という名前で我々呼んでおります。で、それと、まあ、除染廃棄物、まあ、除染によって出た、まあ、草木とかですね、木の根っこみたいなところ、まあ、そういうものは除染廃棄物という形で言い分けております。ですので除去土壌を再生したものがですね、除染廃棄物になったりですとか、ちょっとここに書いてあるようなことはなくてですね、除去土壌については最終処分あるいは再生利用されるものについて、まあ、回答の通りですけれども、まあ、それは引き続き除去土壌になるということでございまして、まあ、再生利用する際にも今どういう形で再生利用を行っていくかというその方法を検討しておりますので、除去土壌として、まあ、再生利用していくということを考えております。で、2つ目また以降のところでございますけれども、10万ベクレル超の廃棄物についてでございますけれども、ジェスコ法という、まあ、法律に書かせていただいておりますが、福島県内で発生したですね、10万ベクレル超の廃棄物については県外で最終処分するという方針でございますので、まあ、こちらについてはご指摘の通り、まあ、最終処分上での最終処分ということを考えてございます。最後の資料につけていただいてますけれども、この4分の3は8000ベクレル以下なので再利用する、再生利用しますと。で、8000ベクレルを超えている4分の1を原油化を図った上で県外最終処分って書いてあるんですけれども、例えばこの原油化を経ないでこの4分の1をそのまんま直接埋め立て処分する場合に、それは、廃棄物に、除染廃棄物に、なるんでしょうか。法令上の扱いは除去土壌であればですね、そこは除去土壌として県外に最終処分するということになります。ただ処分をする場合は廃棄物ですよね。処分についてもですね、除去土壌の処分と
まあ、廃棄物の処分と両方法令上ございまして、まあ、県外最終処分については現在検討中でございますけれども、除去土壌として、まあ、処分する場合に、まあ、どういう形でやっていくのかということについては、今技術的なことを有識者のご意見も踏まえて検討しているところでございます。この原用化を図った上でって、その原用化をする過程で分離されるものについては廃棄物に該当するんでしょうか。原用 のやり方にもよると思うんですけれども、例えばですね、まあ、焼却、まあ、熱をかけて土を、まあ、焼く、まあ、焼くことでセシウムを揮発させるという方法がありますけれども、まあ、そういう際に排ガス処理工程の中で出てきたようないわゆる灰塵、非灰のようなものについては廃棄物に該当するというふうに考えています。まあ、原用の処理方法にもそこは寄ってくるというふうに考えています。浄化物の方はどうなんでしょうか。そちらもですね、今原用の処理方法について取りまとめを行っておりますので、その濃度が下がったものについてですね、どういう形で利用をしていくか、あるいはその法令についてどういうふうに適用していくかというのは今後整理をしていきたいと思います。そちらの再生資材ですけれども、こちらは有価物という扱いにもなりうるんでしょうか。ご質問いただいていることだと思うんですけれども、あくまでその除去土壌として今再生利用を考えておりますのは、まあ、あくまで除去土壌としての再生利用ということでございますので、それが有価物になって除去土壌でなくなるというようなことは今のところ考えておりません。今のところで何かありますでしょうか。多分そういう回答だと思ったんですけど、変えられた方がいいんじゃないかなと思うのは、ホームページにですね、タイトルのところにですね、ここに書いてありますように、こういうタイトルが Q&A の一番最初のタイトルに、除染廃棄物の処理についてというところで下にずっと除去土壌のことが書いてあるんですね。あれはそのままのタイトルにされておくと非常に紛らわしいのではないかと。で、別のところではちゃんと確かに廃棄物はこういうものですよ、除去土壌はこういうものですよっていうふうに分けて書いてあるんですね。で、それとこちらの問題とどういうふうにつながってくるんだろうかという単純な疑問だ。で、そこのところは方がよろしいと思ったのと、それから除去を除染をしていく過程でさまざまなものが出てくるわけで、さまざまなものっていうのは除染のために使っているようなさまざまなものですね。で、そういうものもそれはどういう取り扱いをするかっていうようなことをこう住民の人に知らせるという意味ではきちんと書かれておかれる方がいいのではないかという、そういうことを感じました。で、こういろんな人がこう分かりにくくなっちゃうと、混乱してくるかなっていう、まあ、そういうようなことを後ろ危惧したということで、説明という形になっているんですけど、質問という形になっているんですけど、もしかしたらそういうところは少し、もう一度見直していただく方がいいかもしれないなという、そういうことでございます。はい、どうもありがとうございました。はい、大変ありがとうございます。ご指摘をいただきまして、我々の方もですね、いろいろとホームページですとか資料の方でさまざまな説明を行っているものでして、ちょっとその中でいろいろと混乱生じるところがないかということを改めてしっかり確認してまいりたいと思います。ありがとうございます。それではですね、これに続く内容ですので、先に8番の方をやらせていただきたいと思います。
除去土壌の量と濃度について当初は濃度に応じて土壌 A から D まで分けそれぞれの処理処分の方法が検討されていたが直近の資料には8000ベクレルで2つに分割されているのみである。 A から D までの区分は現在どうなっているのか、二分割になった経緯を説明いただきたいということなんですけれども、この A、B、C、D がですねそれぞれ選択検討会の1から5回、それから10回、11回、2019年度までですね、A、B、C、D に分けて書かれているんです。で、それ以降は一切この A、B、C、D が出てこなくなってしまって、二分割になってしまってるんですね。で、しかもですね、この、A が当初はですね、A の量が973、B が617、C が371、D が10万リューベですかね、あったのが2018年度では A が1071、B が 85.3、C が 133.7、D が 10.6 というように B と C だけが激減していると。これはどういうことなのかっていう、ところも合わせてご説明いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。少し前の検討になるんですけれども、土壌 A から D ということで4種類に分けて最終処分にかかる検討を行っておりました。で、具体的に申し上げますと、土壌 A というのはですねその時点で8000ベクレルパーキログラム以下のもので、土壌 B というのは減衰によって2045年までに8000ベクレルパーキログラム以下になるものということで、土壌 C の方はですね分球という原油の技術がございますけれども、その分球によって8000ベクレル以下のものを取り出せるというような濃度のものでございます。で、土壌 D はそれ以上のものということで、こういう4区分に分けてですね検討を進めて、おりました。で、ご指摘の資料2についてはですね除去土壌の原油技術の組み合わせに関して、示した資料ということで、これは最近の資料でございますけれども、その説明に必要な区分として、8000ベクレルパーキログラム以下と、それを超えるものの2つに分けております。で、資料の方にもございますけれども、この8000ベクレルを超えるものについてはですねその後、原油の処理をしていく可能性があるということで必要に応じて、濃度を確認しながら進めていくということで、ございます。実際に今BCD というその土壌については区分をしているわけではないんですけれども、今後のですねその最終処分の過程の中で必要に応じてそういった濃度を確認し、その後の処理について検討していくということを考えてございます。ちょっとご説明になっているかあれですが、何かありましたらご質問いただければと思います。そうすると A、B、C、D の区分はもう今はやってなくて、もう8000と8000以下でもう2分割にしてしまっていると。大きな流れとしてはですね、8000ベクレルパーキログラム以下のものは、先ほどご説明した、再生利用ということを今検討しております。で、8000ベクレルパーキログラムを超えるものについては最終処分に向けてですね原用技術の適用の可能性がありますので、それについて、どういう組み合わせがあるかということを今検討を進めております。で、この中ではこれまで、技術の実証事業も行ってまいりましたので、どれぐらいの濃度低減効果があるかということも今後しっかり再度整理させていただいた上で、どれぐらいの濃度のものであれば原用技術が適用できるかということも、今後改めてしっかりそこもですね整理をしていきたいというふうに考えています。相当高い濃度のものを何十万ベクレルレベルのものもかなりあると思うんですけれども、そういったものも8000超で一括にこう混ぜてしまっているということなんでしょうか。
今は肉分ですので、濃度の高いものも含めて、8000ベクレルパーキログラム超というところには入っております。ただそれは濃度によってですね、適用する技術は変わってくると思っておりまして、例えば分球という技術を適用するにはですね、あまり濃度の高いものですと、濃度が落ちないところもありますので、そのあたりは今後しっかりどのベクレル、どの濃度のものまで、どの技術を適用するのかというところの整理を行っていきたいというふうに考えています。ということは、そのあまりにも濃度が高いものがあると、なんていうんですかね、その、処理が大変、原料のあれが大変なので、あらかじめ、薄めてからさらに薄める原料化をやっているということで言いますですか？薄めるということではなくですね、原用技術、どの原用技術を適用できるかということを今検討しておりまして、濃度が高いものについて一部適用が難しい技術もあるということでございますので、そのあたりをまた今後技術的な検討を進めてですね、しっかり整理をしていきたいと思います。でも最初の段階ではその ABCD で C と D が、 C は分球で D は熱処理っていうふうにはっきり書かれてましたよね。それはどうですか？それはもうなくなったんですか？今日お配りしている、これをお配りしたはい、濃度の高いものはおっしゃる通り熱処理という可能性も考えておりますけれども、今そういったどういう放射能濃度のものに対してどういった技術を使うのか、どういう組み合わせをしていくのかというのは、今後もですね、有識者の検討会の中でもしっかりと議論を進めてまいりたいと思いますので、またそういう検討が進めばきっちりと整理をしてお示しをしたいと思います。でもこれだけこれまで相当その実証事業にお金をかけてやっていたのにもかかわらず、8000兆で二分割にしてしまったっていうのは、これまでのその実証事業は何だったのかっていうことになるんじゃないですか？まさにですね、そこの実証事業で得られた成果を踏まえて、今その8000ベクレルパーキログラムを超えるものについてですね、放射能濃度を確認して、どの技術を適用するかということを議論していくことになると思ってますので、そのこれまで実施してきた実証事業の成果はしっかりと生かしていくということを考えております。でも答えになってないと思うんですけど、だって D がもしなくなってしまったんであれば、もう熱処理っていう選択肢はなくなったっていうことになりませんか？ですね、あくまで便宜的に ABCD という濃度で分けていたということでございまして、8000ベクレルパーキログラムを超えるもので、当然おっしゃっていただいた通り、濃度が高いもので熱処理に回すというものは可能性として出てくると思います。でももう ABCD の分割はやめちゃったわけですよね。そうするとどこにあるんですか？それはその D の濃度の高いものっていうのは。はい、今ですね、中間貯蔵施設の中で一緒施設ご覧いただいたかもしれませんけれども、8000ベクレルパーキログラム以下の土壌と8000ベクレルパーキログラムを超える土壌に分けて保管をしています。で、今後ですね、最終処分の検討にあたっては、8000ベクレルパーキログラム超というものの中で、濃度の確認を行ってですね、どの土壌に対してどの技術を適用していくかということを、処理の過程の中で、区分をしていくということを考えております。質問していいですか？お願いします。今のフリーランスのジャーナリストのさんです。今の ABCD の区分に関してなんですけれども、分球についてはその、高いものは濃度が落ちないと認められたと思うんですが、その原用って要するに焼却のことだと思うんですけど、まずそこはそれでいいんですかね？熱処理。はい、分球の後可能性があるものとしてはですね、一つは熱処理、熱エネルギーをかけて、セシウムを揮発させて肺が処理工程の中でそれを取っていくと、いうことが一つ。はい、それについてはもう関係学会の方でその熱を出すための、その例えば
ガソリンで燃やすのかとか、そういう、コストが高すぎるから現実性がないっていうことで一度もう落としてやらないことになったと記憶をしていますが、それはどうなのかということと、あと化学物質を混ぜてその吸着させてっていう技術も前は検討してましたけれども、それもその副産物が結構そのより高度なものができてしまって、処理ができないということで、それもやめたということで、その技術開発を、まあ、検討しているところとおっしゃいましたけれども、実際にはその、分給も、分給っていうのもなくなって、なんかもうふるいにかけてゴミを取るだけで、その原油をその焼却熱処理っていうその事例のものももう選択肢からはなくなっていて、化学処理もなくなっていると理解してますが、それでよろしいでしょうか。現状としてはですね、これまで実施してきた、まあ、実証事業の成果を踏まえて、まあ、どういった技術を適用するのかということをまさに検討を進めているところでございますので、まあ、最終的な回答はできないということはご承知おきいただければと思います。まあ、で、まあ、その上でですね、してない、はい、今の時点でもうこれは絶対にしないというものはないというふうに考えています。ちょっとこれだけに時間取ってられないんですけど、ちょっと言いたいのはですね、それぞれの技術に関してかなり実証事業でお金を使っていることですので、それでこれからもその状況に応じて考えるということだけではなくて、今分かっている状況をぜひともどのぐらいお金使ってこれはかなり可能性があるとか、これは難しいとかね、そういう報告をぜひオープンにしていただくことが、やはりこういうことをね考えていくにあたって必要なことだと思うんで、そういうものを出していただくあれはありますかね、予定は。今まさにですね、今年度中に、まあ、こういった成果をしっかり取りまとめていくというスケジュールの中で、有識者の検討会の中でもご議論いただきながら議論を進めているところでございます。まあ、その検討会ですとか、まあ、その下のワーキンググループについては公開で行っておりますし、資料も公表しておりますので、またそういったところでしっかり我々の方としても発信をしていきたいというふうに考えております。で、次に移らせていただきます。5番です。除去土壌の再生利用を積極的に進めたいと考えられているようだが、中間貯蔵施設に埋め立て保管された状態から再生利用までの流れをどのように想定されているのかをご教示いただきたい。1、再生資源課はジェスコまたは環境省の委託業者が行うのか、再生利用を行おうとする場合、再生資源化までは国の責任と考えるが環境省としての見解を伺いたい。2番、再生資源化事業について資格を定めるのか。3番、再生資源化は中間貯蔵施設で行うことが想定されているのか。4番、再生資源化する段階及び資源化された段階での放射性物質の濃度及び他の土壌汚染対策法に定める有害物質の基準等の適法性確保は誰が行うことを予定しているのか。5番、再生資源を引き渡すに際して再生資源を利用し公共事業等を行うもの及び再生資源を利用する事業の決定はどのように行うのか。またその要件は法令で定める必要があると思われるが現在どのように考えられているのか。再生事業者の資格審査制度は考えられているのか。再生利用は6番、再生利用は、長期にわたって放射性物質の管理を必要とするが、適切に行われることを担保する法令等をどのように考えられているのか。7番、再生利用事業者と管理者が異なる場合または変更される場合があるがそれを可能とする制度を設けるのか。8番、適切な利用管理について違反をした場合の罰則及び原状回復命令、自然災害をはじめとして災害による違法状態が発生した時の考え方と法令はどのように考えているのか、お願いします。はい、少しすいません、まとめて回答しておりますので、また何かご質問があれば
ご質問いただければと思います。回答としてはですね、今ご質問のあった再生利用については、国が放射性物質汚染対処特措法という法令等に従って、実施するということになります。で、その際法令に従って、再生利用の業務を委託することができるという形になっております。でそこも含めまして、再生利用にかかる具体的な方法については今有識者の検討会において検討を行っているところでありますので、今後議論を進めていきたいというところでございます。これ一つ一つお答えいただきたいと思うんですけれども、法令に従ってって包括的にそれは当然だと思うんですけれども、1番からよろしいでしょうか。1番ですと、再生資材化と我々現状これまでの検討では呼んでおりますけれども、基本的にこの再生利用について福島県内で生じたもの除去土壌を再生利用する際には環境省を国の責任で行うということを考えております。で、その際ですね、当然委託という可能性はあると思っております。で1番はそういったお答えになります。で、両括弧については、その委託の中で、行いますので、そういったどういった社に、委託をできるのかということを定めていくことになると考えています。両括弧さん、再生資源化は中間貯蔵施設で行うことが想定されているのかということですけれども、こちらについてはですね、特に場所を想定しているわけではございませんので、特にそういうわけではないということで、ございます。両括弧4につきましては、これも今後議論を進めてまいりますけれども、再生利用の基準等で決められた、ルールに従ってですね、確認等を実施していくということを考えておりまして、具体的なことは今後議論を進めていきたいと思っております。両括弧後も再生利用を行う、施工のことをおっしゃっているんでしょうか。こちらもですね、先ほどの委託のところかもしれませんですけれども、そういったどういった社に委託できるかという中で整理をしていくことになると考えております。で両括弧6でございますけれども、まさにですね、こちらについては先ほど申し上げた、放射性物質汚染対処特措法の中で、再生利用の方法を今後しっかりと定めていきたいというふうに考えておりますので、その中で決めていきたいと考えています。両括弧7については、再生利用業者というのは、施工者のことかと思いますけれども、実際に工事を行う者と管理者が異なるということは当然あろうかと思います。で、変更についても、可能性はあると思いますけれども、いずれにしても最初に申し上げた通りですね、この再生利用、福島県内の除去土壌を再生利用するということは国環境省の責任の下で行いますので、そういった環境省がしっかりと把握できるように制度を考えていきたいというふうに思っております。で、両括弧8については罰則、こちらも今後具体的には検討を進めるものだと思っておりますけれども、異常時の確認の方法とかですね、そういったことも法令またはガイドラインで、しっかりと考えていきたいということでございまして、ちょっと全体として最初に申し上げた通りですね、こういった具体のやり方については今検討会の中でも議論を進めているところでございますので、こういったことを含めてですね、しっかりと今後分かりやすく法令ですとかガイドラインに定めていきたいというふうに考えてございます。よろしいですか。伺いたかったのは いくつかあるんですけど、
今後考えられるということですが、まあ、再生、まあ、資材化していくという、これは、どういう形で行われるのかなと思ったんですが、一応中間貯蔵されているものを掘り起こして、そして掘り起こしたものを、まあ、今確か8000以下と相当分けてますよね。で、以下のものについて、掘り起こして、それをその誰かに引き渡、何らかの形で引き渡していくと。そうすると引き渡していって、その、委託、その段階ではまだ国の責任で資材化できるような、例えば埋め立て盛土なら盛土に利用できる状態にまで資材としてしていくというところまで国の責任でやっていくのか、それともそれ以前の状況の中、例えばプラスチックならプラスチックの場合を考えれば、プラスチックがそのままゴミみたいな状態になっているものを資材として考えて、そしてあとはもう自由にそれ次に利用する人が、例えば盛土のために、この盛土のためにはこういうものを、こういう形で資材化しなきゃいけないというところで、資材化を、ベッドのところで資材化していくのか、でどこまで国がまず第一責任を負うのかという意味が大事です。つまり、掘り起こして、あと利用によって土の成分の在り方とかそういうものが異なってくるはずだと思うので、そこまで責任を持つのか、それともまあいいですよ、適当なものは、ここにあるこの部分についてはあなたの方で好きに資材として利用できるように、してください、でそれは外部でやりますという、こういう形になるのか、そのあたりのところをまず伺いたいという。はい、ありがとうございます。まずですね、その引き渡しという行為は実態としてあると思うんですけれども、責任自体を渡してしまうということはございませんでして、まあ、その再生資材化といいますか、その再生利用できる形に改良していくところで、さらにそれを使って、まあ、運搬をしてですね、再生利用先で、まあ、盛り土を行って、まあ、その後管理を行うという、まあ、そういう流れになってくると思うんですけれども、その全般に関して国環境省が責任を負うことになるというふうに考えております。ただ申し上げた通り、家庭家庭でですね、その処理、運搬、再生利用を委託するということはあると思いますので、まあ、そういったところはしっかり我々の方でも把握をしつつですね、全体として国として責任を負っていくということを考えています。よろしいですか、もう一つ。農地への利用っていうことが当然考えられるわけですよね、長泥の実家のような。そうすると農地利用として、農地っていうのは所有権があるわけでして、そのまあ土地を持っている人たちが実質的な管理委託、多分管理委託者になるということですか。そのあたりのところはどういう、たまたま農地というものを例にとったということなんですけども、そのあたりのところはどういうふうに考えられているのかということで。はい、こちらもですね、管理のあり方については検討を進めているところでございますけれども、おっしゃっていただいた通り、その底地といいますか、農地自体は個々の所有者の方の持ち物であるという可能性が当然あります。で、まあ、その上、再生利用した後、まあ、どういうふうに管理をしていくかということで、やはりここについてはですね、長期間しっかり管理をしていく必要があるということでございますので、まあ、その管理についてですね、まあ、地権者の方にも当然関わっていただくことになると思うんですが、できる限りそういった公的な効力を持つような形で管理がしていけるように今関係者とも相談をしているところでございまして、まあ、そこについても成果が取りまとまればですね、しっかりと我々の方から情報を発信していきたいと思います。と最後に一つなんですけども、その場合に2つ問題出てきて、管理が
自然災害のような形でこう外に出ていってしまい流出してしまう土砂崩れが起こってしまうような場合には基本的には全てが国の責任になってくるのかどうかということとそれから、監督をする責任っていうのは委託者としての責任という形になるんでしょうか。それとも別途法律上その管理者に対して、いろんな罰則を課したりあるいは何かそういう、現状回復とかそういうことをもう命じるとかどういう形になる委託なのか通常一般人への別途いわゆる規制ですね規制として考えられるかどういうことをこうイメージとして考えられているのかなというそういうことですね委託者である場合委託者が受託者に対してというとやはりかなり違うと思うんですけどそのあたりのところどういうふうにお考えなのはい、まずですね自然災害で、流出した場合につきましてはこちらは先ほど申し上げた通りですね再生利用その管理に至るまで福島県内の除去土壌について国の責任で行うということを考えておりますので流出した場合の対応についても国の責任で行っていくということになろうかと思います。で、その2点目のその監督するそのやり方といいますか、そちらについては基本的に委託する場合には、その委託関係の中で我々がしっかりと確認をしていくことになるというふうに考えています。そうしますと委託と受託の関係になってくる と、法令上の罰則を作るみたいなことはなくなってくるということになるんでしょうかね。管理の責任自体は国環境省の方にあることになりますのでその中でですね委託先との関係の中でしっかりと行っていくことを確認することになろうかと思います。ありがとうございました。よろしいでしょうか。過去5番のところで財政資源を利用する対象としてですね公共事業等となっているんですがこの等っていうのはその他で例示してもらうとどういうことを想定されているんでしょうか。はい今ですね実証事業の中で先ほどおっしゃっていただいた板手村の長泥で農地ということと、あと道路に使うという実証事業を行っています。で、まさに、どういった事業に使えるのかということも今後検討を進めていきたいと思っていまして、今は具体的にこの都の中でどういった事業があるのかということをお答えできる状況ではないんですけれどもそのあたりもですね、今後検討を進めていく中で明確にしていきたいというふうに考えております。前提としてはですね、これまで基本的な考え方をまとめている中でしっかりと長期にわたって管理が行えるようにという観点で公共事業等というふうに書かせていただいておりますので、そういう観点を含めて今後整理をしていきたいと思います。公共事業に関してもなんですけどね最近ほら、BFI でしたっけ公共事業を民間に売り渡すというかそういう形のものがありますよね水道事業とかそうした場合ということもそういうことはさせないというようなことは考慮してるんですか。具体的にどこまでということは今のところはないんですけれどもいずれにしてもその再生利用ということについては何度も申し上げておりますとおり福島県内除去土壌を再生利用する、その責任は国環境省にあるというふうに考えておりますのでそういった管理の中で国の責任の中でですね安全に行っていけるものを今後整理していきたいというふうに考えています。そうすると、まとめて言うと、再生利用をするにあたっては、すべて最後まで、さっき言ったような自然災害で流出したというようなところも含めてですね、
国が責任を持つということでしょうか。そう理解してよろしいんでしょうか。はい、福島県内で発生した除去土壌についてはですね、法令上もそういう扱いになりますので、まあ、それを前提に今検討を進めているところでございます、うん、ご参考までに旧エコテックグリーンセンターの方ですけれども、特定廃棄物埋め立て処分場、こちらの方はまもなく終わると思うんですけれども、終わった後は復導して緑化をした上で地元にお返ししますということになっているそうですが、それは環境省の手を離れるということでしょうか。それとも今おっしゃられたように管理をずっと行っていくのか、その周期はどうなっているのかというところをお聞かせいただきたいと思います。はい、旧エコテック、グリーンセンター、旧福島エコテックグリーンセンターの特定廃棄物埋め立て処分施設については、特定廃棄物埋め立て処分を昨年10月末に終了させていただきました。で、今後、双葉郡内の生活ごみの埋め立て処分を行いまして、その後、まあ、約4年埋め立て処分を行った後、埋め立て終了するということを予定しております。で、その後、まあ、扱いについては現時点では未定でございますけれども、特定廃棄物の埋め立て処分施設ということになりますので、国がしっかり責任を持って対応していくということを考えております。そちらについても周期は決まってないと、管理の現時点でその具体的な時期というところはまだ決まってないんですけれども、今後ご地元ですとかそういったところともよく話をしていきたいというふうに思っています。そうすると今日分かったのは最後まで責任を持つということだけでね、それは中間貯蔵施設の原油化の、ワーキングチームでしたっけ、ございますよね。そこの中での進め方なんかを聞いてると、24年度、今年に入りましたよね。今年と来年度が国民の理解醸成期間だと。で、26年度から全国的に展開するんだということでですね、理解醸成活動も必要だということで、具体的に何をやってるかというと、まあ、いろいろ若い人を呼んで中間貯蔵施設の埋まってるところで測らせたりですね、いろいろな教育をやったりしているようですけが、それよりもよっぽどね、今聞いてると法令上とあるいは具体的な扱いのところで何も決まってないと、これから検討しますというのが私には聞こえたんです。で、そちらをしっかりやる方がよっぽど理解醸成につながると思うんですが、それおそらく法律上の見直しですとかね、法律上の改正とか特措法の見直しとか、そういうものも必要になってくると思うんですが、その辺のタイムスケジュールはどう考えてらっしゃるんでしょうか。おっしゃっていただいた通りですね、今年度さまざま最終処分に向けて検討を進めることにしておりまして、まあ、その中の一つとしてこの再生利用をどういう形で行っていくかということも取りまとめを行っていきたいと思っております。で、まあ、今年度内にいろいろな検討を進めたいと思っておりますが、具体的に何月にどこまで進めるということは現時点で決まっておりませんけれども、そのスケジュール感の中でしっかり進めていきたいと思っています。おっしゃっていただいた通り、理解醸成という観点でも、まあ、こういったルール作りをしっかりしていくということは重要だと考えておりますので、まあ、このあたり の, 検討をしっかりですね進めていきたいと思います。少なくない質問しなきゃいけないんですけども、意見というよりは質問なんですけれども、やっぱり非常にルール作りっていうのは時間かかることだと思いますのでね、少なくともそれいつ頃までに出すとか、アウトラインをこういう形で示すとかっていう、そこを示してもらわないと、理解醸成活動といって学生を呼んでいろいろ測らしたりというところだけが目立ってるように見えてしょうがないんですよね。で、その具体的に例えば24年度中に
どういう法律改正が必要なのかとかね、どういここに1から8まで書かれていることについて具体的な答えられるような回答が出るのかどうか、その辺はいかがですか。現時点で考えておりますのは、放射性物質汚染対処特措法という法律の中で、除去土壌の、処分方法、これを、処理、処分基準ですね、そういう規定がございまして、これは施工規則で定めることになっております。そういったところに、再生利用の具体的な方法ですね、そういったことを定めていきたいと思っておりまして、今すいません具体的にスケジュールを何月にどういったことをするということは申し上げられませんけれども、今年度内という中でそういった必要な手続きも含めてですね、進めていきたいというふうに考えております。今年度内にその必要な手続きというのは、その少なくともアウトラインが分かって示すということができるというふうに理解してよろしいですかね。はい、そうできるように今検討を進めております。さっき のエコテックのところに戻るんですが、このエコテックのモデル自体はその JAA の、トレンチ処分ですか、ロキ法の扱いになるんでしょうか。JA の資料を引用して、そのトレンチ処分10万ベクレルを以下のものは、トレンチ処分で OK なので、それをモデルにしているっていう資料を以前見たことがあるんですが、その維持管理については、そのトレンチ処分の方の維持管理あるいはその管理の周期っていうのはどうなっていて、それも重要するっていうことになるんでしょうか。はい、福島、旧福島エコテッククリーンセンターのメタ処分はおっしゃる通り10万ベクレルキログラム以下の特定廃棄物のメタ処分を行ってまして、おっしゃるような、そのトレンチ処分をちょっと準じたものかどうかって申し訳ございません。ちょっと私が今お答えできるようなデータをちょっと今手元で持っていないんですけれども、特定廃棄物のメタ処分、特措法に基づく基準に従ってしっかりとメタ処分の管理というところを行っていくということを予定します。はい、じゃあ、次の質問。磯野さん、よいしょ。先ほど質問させていただきたいんですけど、もともと環境省ってどっちかというと、その今までなかった例えば廃棄物だとかなんとかいうのを規制行政としてきちんとやらせるっていうところに大きな 役割があったような気がするんですね。で、今のいろんな例えばエコテックもそうですし、自ら事業を行ってしまうわけですよね。そうするとどこがきちんとしたそれを規制をしていくのかっていうのが、その大きな問題になりはしないだろうか。で、先ほどその伺ってた時に、一旦要するに委託どこまで行っても委託受託関係で行くっていう方向と、それからもうちょっと違う国の責任というのを別の形で取るというような発想法ですよね。だから規制責任とかそういうようなことをですね、どういうタイプでやっていくかっていうことはとても大事なことのように私には思えるんですけれども、そのあたりのその考え方ですね、最後国が最後まで責任を持ちますという時の責任の取り方あり方っていうのに対して議論をされたことがあるだろうか、そしてこの法律でもってどこまで、どういう形で、やっていくのが最も妥当なのかということに対しての部内での検討というのがどういう形で行われたのか、つまり私が言言と書いたものはそういうものをどういうふうに議論され、どういうふうに検討されてきたのか、でそれ再生利用するにしてもどうしたら50年間60年間っていうものをですね、場合によって100年間というものを確保するのが最も適しているのかっていうのを本気でもって、もちろん審議会とかもあると思うんですけども、多分部内でもいろんな議論をされていると思うんですが、そのあたりのところ、せっかく環境省は環境省としてこういうものを取り扱うことができるっていう
ことになったわけですね。 南方時間のあたりからですね。とするとそこら辺のところのどう考えられてきたのかなということをちょっと伺いたかったということです。よろしいでしょうか。ちょっとすいません、横のはい、ありがとうございます。大変重要なところだと思っておりまして、ちょっと全体的なお答えになってしまうと思うんですが、2011年の原発事故後ですね、この除染ですとかその除染で出たものの扱いについて、環境省もその実施者となってやっていくということでございまして、でもともとさまざま水大気関係も含めて、規制を得意としていた官庁でありつつもですね、さまざまな省庁のご協力も得て実施をしてきたというところでございます。でその除染の具体的な方法ですとか、今後また検討していきますけれども、再生利用とかですね、そういったことについて、まずはいろいろな方の、専門家も含めてやり方についてご意見をいただいてきたところですとか、あるいはその基準を決めるにあたって、放射線審議会という中でさまざまな他の原発関係の基準も、との誠実性も見ながらですね、そのやり方についてはご審議をいただいてきたというところでございます。で今この再生利用につきましても環境省の、国の責任の中というところでどういったやり方がふさわしいかということを専門家の方にもご議論いただいているところでございまして、まずはそれをしっかりと形にしていきたいというふうに考えております。でご指摘いただいたところ非常に重要なところだと思いますので、今後の議論の中でもしっかりと踏まえさせていただいて、どういうふうに、まずは安全にですねこういったことが行えるかということは議論を深めていきたいと思っておりますので、十分な回答ではないかもしれませんけれども、今後しっかりと議論していきたいと思います。所沢から来たものですけれども、今の全く同じ質問です。所沢においてはダイオキシンは市民としては条例も作ったし法律も改正国に要望して叶えられたと思っておりますが、今回は受け入れ全くできません。今の内容ですね、そういう危険なものは集中して管理するっていうのは今まで学校でも知られてきたし、そういう環境省の流れでしたよね。危ないものは集中管理だから責任を取ってきたわけです。今回は薄めて、保育園の隣と全国にばらまけば責任はどうやって取るんですか。具体的に市民から出てるのはそういう損害賠償とかそういうことがもう出てるわけだし、母子避難で来た逃げてきた方が保育園泥座にいらっしゃいますが、その人はどこに逃げれば、逆に言うと先ほど言って責任の取り方っていうのは管理することが責任になって話す責任を放棄っていう方向になってますので、それは環境省は自らやると所沢の産廃業者は真似しますよ。ダイオキシンだってそうだったんですよ。今だって管理できてませんよ、ダイオキシンについては。いやだから先ほど言った基本に立ち残るとそういうことは議論されてるんですか。そういう危険物質を薄めて出すことが責任取るってこと、それについては本当に基本的な、ね、この方が言ったことはかなり正しいことで、小学生のわかることですけど、あなたはあれでしょ、優秀な方であれば答えていただきたい。子供にどう説明するんですか。以上です。はい、ご質問に関してですね、今中間貯蔵施設にあるもの、これを再生利用していくということでございますけれども、その責任を国として手放すということでは決してございませんので、責任取れないの、ね、国が責任を持った中でどういうふうにそれを安全にしていけるのか、責任取れますか。あなた一生責任取るんですよ。はい、そこも含めてですね、国として責任の持てる形でどういった形で再生利用できるのかということを検討しているわけでございますし、そこは個人としてやっているわけでは当然なくてですね、組織としてしっかりと管理をしていくところだと思っておりますので、そのやり方についてしっかりと整理をして今後ご説明をしていきたいと思います。はい、時間が押してますので残りの質問先に進めさせていただきたいと思います。6番、2024年1月19日の除去土壌の再生利用等に関する IAEA 専門家会合第2回、第3回もありました、公開で非公開で行われたが、その詳細な議事録を公開してほしい、公開できないとすればその理由を説明いただきたい。
はい、ありがとうございます。IAEA 専門家会合の件でご質問いただいております。で、この除去土壌の再生利用等に関する IAEA 専門家会合ということで、IAEA が主催してやっておりまして、こちらは非公開で行われております。で、議事録についても作成はされておりませんけれども、その専門家会合における議論の内容ですとか、専門家の見解などを取りまとめたサマリーレポートというものを IAEA が作っておりまして、こちらが公開されているという状況でございます。今のは主催は IAEA だから IAEA が決めているというお答えですか？IAEA が非公開としてこの会合を開催しているというものでございます。で、IAEA はその理由をどう言ってるんですか？IAEA がこの会合は非公開としてもともと開催されてまして、その専門家同士 の、 その、率直な意見交換を、そこでされているというものでございますけれども、その内容につきましてはですね、サマリーレポートという形で公開されているというものでございます。非公開でやる理由を何て言ってるんですか？その率直な意見交換をですね、していますので、非公開で開催されているというふうに承知しております。要するに環境省は IAEA に正してないんですね。こちらの IAEA の、専門家会合でございますので、 IAEA が独立した機関としてですね、この会合を主催していると。環境省ではないけども、だったら IAEA に聞かないとどうして非公開なんですか？今からでも聞いてもらってもいいんじゃないですか？これから公開してほしいという市民の声もあるので。ただもうやって議事録作ってない状態でやってしまったと、今最終報告に向けて動いているという状況なわけですよね。あれの人は日本にしてませんね。すでに報告だ。だからその最終報告に非公開でやった理由を IAEA、メーカーに書いてくださいって環境省から言って書いてもらってください。だって IAEA って日本人じゃないよ。日本人なんて答えないよ。なぜ IAEA の主催かも疑問になるわけですけど、今日確認できた。日本の国のことでしょ、これ。なんで外人に決められるの？失礼だな。はい、こちら IAEA の専門家会合というものは、IAEA のとして開催されているものでございまして、我々としては我々やっております最終処分ですとか再生利用の取り組みに関してですね、そういう社会的あるいは技術的な観点から国際的な評価ですとか助言をいただきたいということでやっていただいているものになります。で、専門家の方々が、その場でですね、率直なその意見交換をされているわけですけれども、そうしたものは IAEA として非公開でやっているというものになります。で、内容についてはですね、サマリーレポートという形で公開されているということです。から なぜ非公開なのかを最終報告書に書くように環境省から言ってもらうということですね。で、そもそもなぜ IAEA が主催でこういう会合を開いているのかというのは、最初に最終報告書を読めば分かる状態にもしておいてくださいね。協力した環境省は、でも協力はしたわけですから、主催する IAEA に対して。だから協力したからには、しかもそれこそ日本の事業なわけですから、ちゃんと言ってそういう報告書にしてください。少なくとも、はい、IAEA として独立してこのレポートを作成されているわけですけれども、繰り返しになりますが、我々からそういう評価とか助言をいただきたいということで、 IAEA として開催されているというものになります。こちらから依頼したんですか？依頼したから向こうが主催したと。はい、我々として我々の今やってる取り組みに対して評価助言をお願いしたいということでやっていただいているものになります。国がそうその依頼、なぜ依頼したのかっていうのも分かれるように知ってもらわなきゃいけないし、国が主催されたと。ごまかしてる。
まあ、とりあえず、まあ、他にちょっと、まあ、ちょっとこれは問題が多いとは思うんですけど、まあ、とりあえず、あとの一通り進んでからにしてます。そう、はい、じゃあ、最後の2つですね。7番、除去土壌の再生利用等に関する IAEA 専門家会合第2回サマリーレポートのポイントについてというところで、7-1、2番目没、再生利用実証事業により放射線にかかる安全性が確認され、必要な科学的知見は得られていると考えられるとあるが、それは今後、これ以上の実証事業は不要であるという意味かということなんですが。はい、ありがとうございます。まあ、このサマリーレポートですね、これが議論の内容ですとか見解をまとめられているものでございますけれども、この書かれている部分ございます、再生利用実証事業により、放射線にかかる安全性が確認され、必要な科学的知見は得られていると考えられるという部分につきましては、IAEA の、専門家の方々がお示しされている見解でございますので、我々の方からですね、これについてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。はい、7-2、5番目ポツ、環境省が再生利用に関する省令と技術ガイドラインを策定した後、モデル事業の実施を検討とあるが、モデル事業を実施する目的とその内容はどのようなものであるか。はい、ありがとうございます。こちらもですね、モデル事業のところについては、IAEA の専門家の方々のその見解として示された部分になっておりまして、我々の方からですね、これがどういうものであるかということについては回答を差し控えさせていただきたいと思います。私たちが一番聞きたいのは、こういう IAEA の見解を見て環境省の方々がどう考えたのかっていうことですよ。そんなこと IAEA がこう言ってるから知りませんということではなく、これをこの2つは環境省としてどう考えるかを教えてください。はい、我々の考えといたしましては、これまで再生利用実証事業につきまして、先ほどもお話出ておりますけれども、長泥でも実証事業をさせていただいております。そちらでモニタリングデータとか取ってまいりましてですね、安全性に関する知見を蓄積したところでしてきたところでございます。そうしたことを踏まえまして、今回基準を作るといったところで、今有識者の先生方にもご意見をいただきながらですね、検討を進めているという状況でございます。こちらが一つ目のところに対する状況でございます。二つ目のモデル事業につきましては、これは将来的なこととして、基準ができた後のこととして、IAEA の見解が示されているものでございますけれども、我々といたしましては、今再生利用の実証事業から得られた知見をもとにですね、しっかりと基準を作ると、そのことの検討をしっかり進めていきたいという状況でございます。いえ、ごめんなさい、一つ目は今後です。今後これ以上実証事業は不要であると考えますかっていうところなので、長泥のことではなくて今後のことを聞いています。で、二つ目はモデル事業のイメージっていうものは一切今はないということでよろしいでしょうか。はい、一つ目につきましては、我々といたしましては、これまでやってきた長泥を含めた実証事業で得られた知見をもとにですね、今基準の検討をしておるというところでございます。2つ目につきましては、具体的に我々としてモデル事業としてですね、議論しているものはございません。全くないわけですね。モデル事業のイメージは全くないということで、ただ IAEA が勝手に言ってるだけということですね。そういうことですね。我々としては現在モデル事業について議論しているというところではございません。それはまた先のことになりますので、まずはその基準を作った後のことを IAEA として見解として示していただいておりますけれども、我々として今基準を作るというところで検討をしっかり進めさせていただいているという状況でございます。残り時間わずかになってしまいましたけれども、何かある
方は、はい、お願いします。増野さんお願いします。今の最後のお答えを解釈しますと、これ以上は、実証事業は行わないという理解でよろしいでしょうか。長泥のデータを使って基準を作っていくので、実証事業はやらない、所沢でも実証事業はやらない、新宿御苑でもやらない、そういうふうに取れましたが、その理解でよろしいんでしょうか。今基準策定に向けてはですね、まあ、長泥だけではなくて他にも実証事業をやってきておりますけれども、まあ、そうした知見をもとにですね、基準に反映させていきたいというところでやっております。で今お話出ました、あの所沢ですとか新宿御苑においても、あの計画はしております。こちらについては、あの一昨年、2年ほど前ですね、あの2022年の12月に、説明会もあのさせていただきました。そうした場で、あの様々あのご意見、ご質問いただいております。そうした中にはやはり、あの安全性についてですね、あのご心配される声というのも、あの大きなものとしてあったというふうに我々承知しております。まあ、そうしたものに対してですね、あのやはりあの分かりやすく、ご説明をしていきたいというふうに思っておりまして、そのためあの今基準を作るというところの検討も進めて、いるところで、ございます。今後につきましてはですね、そういう基準等の検討の進捗状況を踏まえまして、またあの検討していきたいというふうに思っております。はい、あ、いいでよろしいでしょうか。 FOE ジャパンの三田と申します。今後検討されていくその基準ですとか、その省令的なもの、省令の内容なんですが、その例えばその情報公開のあり方ですとか、住民への説明のあり方ですとか、そういったものも含まれますでしょうか。はい、どのようにですね、地域の皆様、再生利用を進めていくときにですね、地域の皆様とコミュニケーションを持てばいいかと、まあ、そういうあり方についても別途検討をしておりますので、まあ、そうした検討もしっかり進めていきたいと思います。あの今日の話の中にもありましたが、一体どういう土壌を使おうとしているのか、実証事業の中でも必ずしもそのセシウムとかについては、あの明らかあのなんか測っていましたが、例えばストロンチウム90とか測るとか測らないとかいうような議論があったと思います。そういうところも含めて、どこまで環境省が測って開示してちゃんと住民に知らしめてっていうことがすごくあの問題になると思うんですが、ぜひよろしくお願いします。すいません、新宿区議会議員の沢井恵と申します。あの先ほどの回答でちょっとはっきり分からなかったんですけど、所沢とか新宿御苑への放射能汚染、まあ、あの処理土壌の持ち込みはまた新たにされるということなんでしょうか。そこはっきりとちょっとご回答いただきたいです。はい、新宿御苑ですとか所沢の事業につきましては、あの引き続きあの我々としては計画しておるところでございます。ただあの繰り返しになりますけれども、さまざまご意見ご質問いただいております、ご心配の声いただいております。そうしたものにあの丁寧にお答えしていきたいして、そうした中でやはりあの基準を作ってですね、安全性を示していくということも重要だというふうに思っておりますので、そういう基準の検討の状況とかですね踏まえまして、今後のことはまた検討していきたいというふうに思っております。じゃあ次に、東北大学の林と申します。ご議論ありがとうございます。確認なんですけれども、結局 IAEA に依頼してこうレポートが公開されるけれども、まあ、それは IAEA がそういうふうに言ってるということであって、まあ、それとは別に実証事業は
向こうはもういらないって言ってるけど続けるし、あと、まあ、モデル事業って言ったけれどもモデル事業に関して何か事前にやり取りしたわけではなくて、ただ IAEA はそういうふうに言ってるという、つまりあの IAEA の報告書は IAEA は出したものであって、それとは別にこれを、まあ、参考にはするけれども何かこれを根拠に環境省として進めていく、そういう性質のものではないというお話かなと思ったんですけども、何かこれがこの今後の政策の根拠になるものではないという、それとは別にやっていきますと、そういう理解でよろしいでしょうか。我々あの IAEA からですね、あの国際的なあの評価とか助言をいただきたいと、でそれを踏まえてあのさらに取り組みを進めていきたいというふうに思っておりますので、あのそれを無視するとかそういう類のものではございません。他方あの先ほど申し上げましたように、科学的知見の部分につきましては、あのこれまでの実証事業からあの知見をもとにですね、我々としては基準を作りたいと思っております。またあのモデル事業につきましては、あの今あのそれをあの検討するっていう段階ではないと思っておりまして、あのこれ IAEA が言われているのは、まあ、基準ができた後のことをあの見解として示されていますので、我々としてはその前提である基準をですねしっかり今検討を進めていると、まあ、そういう状況でございます。無視するということでは全くございません。ちょっといいですか、ところでですけども、市議会で全会一致、自治会でも全会一致ですね、一切説明会は拒否は決定されています。それなのにまだあなたはやるって言うんだったら考えますよ。そこはっきりしてください。やるつもりですね。確認 しますよ。それやるつもりですね。木さん嫌だって言ってもやるんですね。それを確認してください。今日そしたら動きますからね。はい、あの我々としてはさまざまご質問ご意見やるかやらないかイエスかの時間をご心配いただいておりますので、うん、そうしたものに対してですね、うん、説明会やるんですね。丁寧にお答えしていくと、やるかやらないかの答え、時間持ってございます。時間持って、やるかやらないかイエスかノーかやるってことなんですね。確認、続き丁寧に。わかりました。はい、やるってことね。それ正式に言ったのよ、あなたね。よし、議会もして、ちょっと最後あのもう時間ないと思いますが、あの4番のところでですね、再利用対象のものが循環法制による資材あるいは有価物という区分けになるのかという質問のところで、いやいや違うんですと、それは除去土壌という範疇に入りますというお答えだったんですけれども、ということはあの私も法律あんまり詳しくないんですけれども、例えば資源循環再生推進法でしたっけ、再生基本法でしたっけ、その中に廃棄物とあの、再生あ廃棄物の定義がありますよね。その中ではあの有価、再生利用するもの、再利用するものっていうのは有価物としては渡すものがそういう形になるというふうに私は理解してるんですけども、それとは違うものがあの法律上できるっていうことですか。そこだけちょっと確認して。はい、あのそういうことを考えておりまして、あのその有価物としての扱いではなくですね、あの除去土壌としてどういうふうに再生利用していくのかということをあの今後しっかりと整理していきたいということだったとしたら、法律の改正が必要になりますよね。でこれだけの問題ですから、やっぱりあの国会でちゃんと議論しないと、で法律化しない、立法化しないとダメだと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、あの今回扱っている除去土壌についてはですね、あのあくまで廃棄物ではないという中で、あの放射性物質汚染対処特措法の中であの整理をしてきておりますので、まあ、そういったことを踏まえて、まあ、どういった形で安全にあの再生利用していくかということを今検討しております。いやいや、そうじゃなくて、今だからあの汚染特措法、汚染対処特措法の中で想定されてなかったことがあの行われてるわけですよ。だからそれはやっぱりきちんとで、しかもそれが従来の法律の理解と解釈と違うことになるわけだから、そこは今日あの法律家の専門家もいらっしゃいますのでね、
もう少し補足していただけたらなと思うんですけれども、これ絶対ここの新しい概念を作るんであれば、私は法律の改正が必要で、国会できちんと議論すべきことだと思うんですけど。はい、あくまでですね、すいません、循環法制というのがどの法律のことかはあれなんですけれども、あくまで循環型社会推進基本法とかですね、まあ、その中で言っている廃棄物と、ここで出てくる除去土壌というのは、扱いが違うものというふうに考えています。で、まあ、再生利用したからといってですね、まあ、床物になるですとか、管理が離れるということではございませんでして、まあ、それをどうやって安全に管理、利用していくかということは今検討を進めておりますので、まあ、そこも含めてしっかり今後我々としてですね、まあ、そのあたり皆様にご理解いただけるように説明していく、まあ、そういった形の中でどういうご説明の仕方がいいか、ご説明の仕方も含めてですね、しっかり検討していきたいと思います。ということは法律ではなくて環境省が説明して進めるってことですか？放射性物質汚染対処法特措法に基づいてですね、しっかりと行っていくということを考えています。先ほど再生資材の利用の流れを大野さんが説明されたときに、再生資材化運搬利用管理の流れといって、全般までが国の責任とおっしゃったんですけど、全般というのはどこのことまでのことなのかということと、あとその例えば道路事業だと国土都道府県の市町村道ありますけれども、その道路を作るっていうのは一つの事業なわけであって、その中で何を使うかっていうその資材の問題なので、その道路に再生、資材を利用するという場合は誰が事業者になるんでしょうか？環境省が国道を作るわけはないと思うので、例えば国道だったら国が事業者ということになるんでしょうか？そうすると先ほど言っているその環境省の責任っていうのは一体何なんでしょうっていう、お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとお時間もあるかもしれないんですが、全般といったのは私が申し上げたその流れ全体のことでございまして、まあ、除去土壌を扱う、まあ、その行為の中においては国環境省の責任の中でやっていくということでございます。でおっしゃっていただいた通り、いろいろな事業ございまして、まあ、道路であれば国県市町村という、まあ、そういう事業主体いると思いますので、あくまでその除去土壌を使う再生利用する場合に、まあ、その部分に関しての責任は環境省国で持っていくということで、まあ、事業実施主体とのその役割分担についてもですね、どういった制御していくのかということはまさに検討しておりますので、まあ、そのあたりまた検討を進めてお示しをしていければと思っています。検討中のことがいっぱいあるんですね。次回持ち越しかな。そうですということですね。ただ国が全部責任を持ってやるって聞こえはいいけど、自分でルールを作って自分が事業者としてやるわけですよね。だから国をそこまで信用していいのかっていうか、その信用できるとすればそれは何によって信用できるのかっていうところで、その環境省とその検討会とかの有識者だけで勝手に決めてやっていたら、それで IAEA はただ別途やってると、 IAEA の監督の下でやるわけでもないわけですよね。そうすると国民なり市民は何をもって環境省とか国がやることだからって信用できるのかっていうところが、もしできるとしたら、やはり先ほど出ていた情報公開をされて、国民とのしっかりとした議論のもとで合意形成だとか意思決定がされているというところで、やっぱり国がやっているんだなということになると思いますけれど、今の現状では全然そうなっていないっていうことで、国ちょっと話してないでしょ。海洋放出よりも、ま、大変というか、規制するはずだったのが事業者になってやってしまっているという危ういところで、しかも放射性物質という危ないものを使うということで、ほとんど先ほど法律というか国会での審議とかからやり直さなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。
はい、条項公開ということも含めてですね、どういう形で、ご理解いただくか、この理解情勢ということもありますけれども、そういったことについても今検討を進めておりますので、あくまでその再生利用の仕方、そちらは条例基準の方に定めていきたいと思っておりますけれども、最後ですね、事業実施にあたってのその理解のいただき方というところは引き続きしっかりと考えてまいりたいと思います。全然理解できないですね。IAEA にどこだけ来たんですか。それで意見言ってるのおかしいよね。来ないで言ってるのが外国人だ。一応でよろしいでしょうか。すみません、私中間貯蔵施設のところに住んでいたものですけど、昔、今の部分の理解情勢という部分の話ですが、中間貯蔵施設の見学会で盛んに理解情勢をしています。うなずいておられますが、で今までは15歳未満と妊娠をされている方については、これは帰還困難区域であるから自粛要請をしておりました。ですが一般といいますか、帰還困難区域は未だ15歳未満と妊娠されている方は自粛をしてますが、環境省の中間貯蔵施設だけは、見学会だけは、昨年から15歳未満も妊娠されている方も見学をさせています。で、これについては、先々月2月、新聞の方で掲載をされました。で、これについて私、環境省に確認をしましたら、その説明、例えば、一つはこの事実の確認ですね。で、もう一つ、なんで同じ帰還困難区域なのに、その中間貯蔵施設だけは例外だということで、見学を許すのか。で、さらに、きちっとそれを町民なり住民にですね、説明してくださいという話をしたら、それは大熊町や双葉町が説明すればいいという回答でした。これは町民の方々も非常に怒っております。先ほどの話も一方的な話であって、非常に本来きちっとしたルールを決めるんであれば、法令できちっと改正をしていくべきです。今の見学会についてもですね、環境省の部分だけを自由に緩和して、で他のところは帰還困難区域の15歳未満の方は妊娠されている方も、15歳未満の方も墓参りも自粛しているわけです。なんであなたのところだけ勝手に緩和されるんですか。そういう考え方が全てに蔓延しているから、環境省さんを信用できないということにつながってくるんです。やるべきは、環境省さんがやるべきは理解情勢ではなくて信頼の情勢であると思いますよ。よろしくお願いします。あれだってそう言ってるんでしょ、だからここは公開でね。はい、じゃあ、すいません、進行の不手際でお時間オーバーしてしまいまして申し訳ございません。5番のところからですね、検討しますということをお答えいただいたところが多かったと思うんですけれども、これを踏まえて今後も追加質問等を出させていただければと思いますので、その時にでもお答えいただければと思います。本日は忙しいところ大変どうもありがとうございました。ここに閉会させていただきます。30分ほど報告をさせていただきます。報告の中で質問、されたい方、質問できなかった方いらっしゃったら言葉で質問していただければと思うんですけれども、まずですね、私ども会について簡単にご説明させていただきます。当会は放射性物質を含む除去土壌のを再び拡散することについて危惧している、福島県内外の住民市民による団体です。環境省は
福島県の中間貯蔵施設に、保管中の東京ドーム11杯分に及ぶ除去土壌を再生利用するため、条例改正案を2024年度中にも提出する予定でありまして、これをなんとか阻止したいと思っております。国会審議を経ずに法改正もせず、大臣の一存でできるというその条例改正という手段でこの重大な8000ベクレル基準を恒久化しようとしているということですので、こちらは将来に大きな禍根を残すと考えております。ということでこれ始まる前に国会議員の方々に何人かにお会いし議員控室の方に回らせていただいて陳情を行ってまいりました。で、今日のですね、ヒアリングの趣旨なんですけれども、環境省は非常にその理解醸成活動ということでかなり、精力的に進めているんですけれども、それにしては必要な情報が全く説明されてない、環境省の都合のいいことだけを説明して、理解してくれということで進めているようなので、それについて市民の方から質問を出させていただいて、それにお答えいただく機会を設けたということです。今回のその、回答が、それについて来たわけですけれども、全部ですか？はい、じゃあもうお手元にお配りしておりますけれども、ちょっと、一つずつ、読み上げさせていただきます。当会が考える主な問題点として7項目挙げております。まず汚染した土壌を再生利用する不当性、です。再生利用は被ばく低減の原則を確保できない。環境省自身が環境中の放射性物質からの被ばく低減の原則として取り除く、遮る、遠ざけると説明していることと矛盾しています。再生利用には巨額のコストがかかります。これを財政から支出することは国内外で確立されている汚染者負担原則からの逸脱になります。2番、放射性物質汚染対処特措法の基準の拡大解釈と固定化につながります。原子炉等規制法では放射線障害防止措置を必要としないクリアランスレベルを100ベクレルキログラムと規定しているのに対し、汚染廃棄物について緊急避難的に制定した安全に処理できる基準である8000ベクレルパーキログラムとを緩和して二重基準ということになっています。3番、環境省の進める法令整備、法律の改正ではなく罰則がつかない省令改正で新たな基準を制定しようとしているということが問題です。4番、住民参加のあり方、汚染対処特措法に住民国民の参加の関与の条文がないということが問題になっています。5番、既存法令との不整合、廃棄物処理法や循環型社会形成推進基本法上の処分に該当しない再生利用を汚染対処特措法の処分に含めているということが問題です。特措法のあり方、1から5のような問題点から汚染対処特措法の抜本的見直しに向けて検討を進める必要があります。7番、現行環境法の改正による実効性担保から進めるべき。福島原発事故以降に環境基本法が改正されて放射性物質を除外する規定が削除され規制対象に含まれることになりました。廃棄物処理法、土壌汚染対策法など個別法においてまだ残っている除外規定を削除し、環境関連の各個別法において規制基準値の制定をすることが必要となっています。はい、じゃあ今日のヒアリングの
で出された回答についてなんですけれども、個別にそうですね、はい、全体的に何というかこれまでよりもさらにひどくなったなという感じがしました。何も答えてない、だというのが感想なんですけれども、特に私注目してた最後8番のところがですね、やはりというか土壌が中間貯蔵に貯蔵されている、土壌 C と D と、なっていた一番高濃度の高いものがですね、いつの間にか何の説明もなく混ぜられてしまっていて、濃度の高いものを、低いものと混ぜてしまって全体の濃度をざっくり下げているということが分かったのが、唯一の今日明らかになったことではないかなという気がしました。他のこといかがでしょうかということで、はい、ご質問がもしありましたら挙手をお願いできればと思います。感想が多いよね。こっちから質問なければ、すいません、不勉強なんですが、環境省の方から分流という言葉が使われて、分級ですね、分級という言葉が使われてたんですが、分級というのは具体的にどんなものかというふうに環境省は、申しているのでしょうか。分級というのは土壌を土壌中のセシウムを濃度を低減させるため の、 手段の一つで、ふるいにかけるんですね。でふるいの網の目を何段階もに分けてですね、どん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 その土壌の粒を小さくしていくんです。でその過程でその砂とか小石とか、どん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 こう粒が小さくなっていって、最後には、粘土、粘土質になるわけですけれども、粘土質になるとその、表面積が相対としての表面積が一番大きくなりますので、そこにその、セシウムが集まると、一番濃度が集まるわけですね。濃度が高くなるので、それ以外のところが低くなると、流形が大きくなるに従って、濃度が低くなるので、 そちらは、ハセベクレー理科になったら使えるだろうと、そういったことで、分級、分級っていうのはクラス分けって書くんです。級っていうのは、学級の級ですね、はい、クラス分け。そうしますと表面積の大きくなったものの方がよりベクレルが高くなってということですね。重量あたりですね。そういうことですね。わかりました。どうもありがとうございます。どうぞ鈴木さんどうぞ。ちょっと何でしょうか、細かい話が非常に多くて、僕は不勉強なのでちょっと途中からあまりついていけなくなっちゃったんですけど、今日せっかくすいません、平井さんとかユーザーさんもいらして、ユーザーさんはちょっと途中でご発言ありましたけど、僕も終わってから大野さんにもう一度確認しましたが、やっぱりその新宿や所沢ではやると、ただやり方はこれから具体的には詰めるけれども、基本的には計画は生きてますという話だったので、それを受けてというか、平井さんとユーザーさん、ユーザーさんちょっと途中でも今後考えますという話がありましたが、一言お願いします。私は所沢 の市民の会の村上と言います。先ほど の環境省の説明の中でごめんなさい、マイクを回してくださいっていう意味で、今の先に鈴木さんの、今鈴木さんじゃないから、いいんじゃない村上さんも、私も所沢なんですけど、いいですか。それであればいいですか。先ほどの環境省の説明の中で基準っていうね
基準を設定するんだということを何回も何回も繰り返し出てきて、あれは条例を設定する上での基準ですよね。だから要するに環境省は所沢なんかで理解醸成のね説明をもう今後もやるんだよと、実証事業も撤回してないよということですから、でその上でのその説明会というのをまたいずれかはやるということなんだけれども、今日の開会前に国会議員の先生方のところをね見回りして、そのビラにはですね、省令改正を阻止してくださいっていうね、そういう要するに法律でちゃんと決めてくださいと、議論してくださいっていうことを要請したわけで、私たちもそれを本当に望んでいるので、なんとかその今なんていうかな、こう対決点というか、今どこがそのね問題なのかっていうのはやっぱりそこじゃないかなっていうような印象を受けました。以上です。はい、湯沢ですけども、結論から言うと僕はストーカーだと思ってですね、国が結婚、例えば結婚したいって言ってて、例えばすごく起きたら玄関のところにいたり、そういう人間いますよね。それと同じで、もう嫌だって言ってるのにずっと1年半も付きまとって、そういうのはあれですか、犯罪じゃないですか。悪いけど人間だったらそれをやってるわけですよ、今もね。人間だって犯罪じゃないですか。もう議会主義、議会民主主義っていうのは否定されてますよね。その説明会も議員には一切説明なかったですよ。いきなり1週間前に50人呼んで、それでやるとか言っちゃって、でも今回も全会一致で、説明会自体がもうすごく資料載せましたけど、説明会もいらないってことはもう1回目の説明会で決まりました。それが全会一致で、それなのにまだやるやるって言って、それで全会一致で市議会で決まったのにまだやるって言ってるんだから、これ議会民主主義っていうかな、地方自治、これも果て無視してて、これ犯罪じゃないですか。で実際この春になって、あそこ保育園におばあちゃんたちが泣いてますよ。孫は本当に来る、今日も来るってことになれば戦争が起こりそうな感じだから、マジで犯罪だと僕は思うし、これ国の犯罪ですよ。悪いけど、だからもう他の国に頼むしかないけど、 IAEA も一回も所沢来たことないのに OK なんて出せっこないでしょ。IAEA 逃げてると思いますよ。 IAEA に相当叱られたから今回できなかっただけで、本当環境省はかなり IAEA に叱られて、だから環境省はが公開できないということだと思いますので、これ犯罪だと思います。以上です。新宿の平井と言いますけども、全体として聞いてて、手の内をとにかく明かさないと、しかしあると、で今その後盛んに何か検討しているということですよね。はっきりしているのはで、いかに手の内を明かさないかってことで不審してたようなので、何か考えているでしょうけども、僕らもどっちもまともに、住民の意思、それは新宿区だけじゃなくてもっと広く東京の西側まで広げて、これもちょっとまだ公式に発表できないけれど、いろいろ、自治体の方なんかとも当たってるんですけれども、住民の、立ち上がりというかな、こういうことに対してきちんと文句を言うと、姿勢を示すのを作るしかないと思うんですよね。で今日前半はほとんどお金の話だったんですよね。でそれは一種牽制っていうかな、法的にきちんとしろという、僕らの意思を示したんだと思うんですよね。まず第一に確かに、いつからか始まった安倍からかわかんないですけども、とにかく議会や、国家システムさえ無視して、勝手に行っちゃうということが慣例化してるから、それに対して歯止めをなんとかつけたいということだと思うんですけど、で後半は一気にその、拡散問題になっていったわけですけど、全体の流れは環境省の姿勢は変わらないけれど、やる意思ははっきりしているということはもう明白だと思うんですよね。でそれがやっぱりこの4月から再び動き出すということだと思いますね。でしたらちょっと僕ら休眠状態みたいになってたんですけど、覚醒しなきゃなんないなというふうに思いました。以上ですね。いいですか。はい、
皆さんこんにちは。新宿区議会議員の沢井恵です。去年の年末に区の環境課の職員がわざわざ控え室に来て、来年度の計画から新宿御苑の名前が消えましたと、私たちはもう新宿御苑では実証事業を行わないというふうに考えておりますと、これは委員会でもそのように公式に環境課から回答がありました。でも今日の環境省ヒアリングを聞くと、そのことは明確に区の方にはお知らせがされていないということになります。先ほど環境省職員の方には区を軽視しないでくださいと、しっかりとやるんであればやると言ってくださいねということを念押ししてお願いしたんですけれども、ちょっと曖昧な態度を取られまして、なんかこう非常に本当に誠意がないなというふうにいつも本当に誠意がないなというふうに思ってしまいます。区の方にも申し伝えますけれども、本当にこう全然 区でさえもそういう状態だっていうことをちょっとお伝えしたいというふうに思います。思いました。ありがとうございます。はい、はい、FOE ジャパンの三田です。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。とてもこう重要な会合を設定されたなと思っています。で、今日の話の中でちょっとその例のその8000以上以下と分けると、分けていると、現にもうその中間貯蔵施設は分けて埋めているわけなんですが、ただなんか環境省の検討会の戦略とかには、なんか8000以下だけど、例えばその工事期間が何ヶ月で、袋が何センチ、5000ベクレル以下はこういうのに使えて、その場合その、工事期間がこうでこうだみたいな、ちょっともうちょっとざっくりではありますが、なんか区分けされていて、で要はその工事期間中の被曝がその年1ミリシーベルトパイヤー以下で、その供用中がもうちょっと低く 0.01 だったり、ちょっと忘れちゃいましたが、ということで一応その8000以上以下だけじゃなくて5000とか6000とかそういうのもなんか工法に応じて一応こう表に一覧表になっているじゃないですか。ということを考えるとそういうのもどうなっちゃうのかなってちょっと思ったんですね。で、あとそうですね、なんか前回のその環境省が省令案的なものを、省令案にもなっていなかったと思いますが、パブコメをやったじゃないですか。で、結局あれはなんかパブコメやっただけで省令にはならなかったんですが、その省令、環境省が出してきたものがすっごいもうざっくりで、情報公開も書いていなければ、そのなんだ、こういう用途に使えますとか、こういうモニタリングしますとか、そういうことも書いていないし、住民への説明とかそういうのも書いていないし、まあ何にも書いていないなっていう感じのものが出てきたんです。で、何でしょうかね、やっぱりこうギチギチ一つ一つ、 もちろん法律変更が必要だっていうのが大筋の主張だと思うんですが、なんかこう何でしょうかね、ああいう大雑把なものを出させることは阻まなくちゃいけないなっていうふうに思いました。で、一番嫌なパターンが、要はその環境省が情報公開全然しないままに自治体のなんか首長とかとなんか手打って、でなんか突然こう住民が知らされるとかね、あるいは全然知らされなくて実施されるとか、そういうことは少なくともなんか阻止したいなっていうふうに思いました。今日はありがとうございました。ちょっと私の感想なんですけれども、為政者っていうのはもうとにかくあんまり国民に知られないように自分の好きなように進めたいんだろうな、そういう人種なんだろうなってすごく感じるんですね。だから
今日だってまだ決まってません、これから検討しますばっかりだったじゃないですか。それがもうギリギリまでそんなようなことで答えられて、蓋を開けたらもうあっという間に条例案できました、パブコメもう1週間です、閣議決定ですみたいなことになられはしないかっていうのはすごく思うんですね。でもそうやりたいのが向こうなんですよね。だからそれをどうやって阻止するか、もうこういう会合をいち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 開いてどうなってるんだどうなってるんだって言って引き出して、それをできるだけ多くの人に知らせていく、それが一番いいかなって私は今日は思いました。じゃあ続いて私の感想ですけれども、私はもうちょっとまともな回答っていうかね、それらしい回答してくるのかなと思ったら全く逆で居直ってますよね。で、最初のお金の話と実は後半の法的にどうなんだっていう細かい5番の1から8までかな、これ実はリンクしててましたね。結果としては前半でちゃんとした計画もなしにだんだん資本が決まって膨れ上がったということを言ってましたよね。でそれの反省もなしにまた同じことをやろうとしているというのが明らかになりましたよね。これから検討します、これから検討しますって全部そうでした。ということは彼ら実際は検討してないんで、もう国民の理解情勢っていうのは要するに首長とかとさっき三田さんが言ったように手を打って一件進めるという、で実態としては100ベクレルの基準を8000ベクレルに固定化してしまうという狙いだというのが改めて確認できたかなと思います。だから我々がやることはやっぱり今日磯野先生がいらっしゃいますけれども、非常にこう法的に詰めてって、それで何もできてないんじゃないかっていうことをより多くの人に知らしめるね、それが必要なのかなと、こんないい加減なことで進めようとしてるよということを宣伝していくことが必要なのかなということを改めて確認しました。そういう意味でもう一度何ヶ月後かにね、向こうは答えたわけですから検討してますということを答えたわけですから、で報告しますとも言いましたよね。だからそれはぜひまとめてやりたいと思います。でその時はより多くの人を集めてやっていきたいというふうに思います。はい、以上です。2011年の段階からですね、その除染が始まった時からですね、その再生利用っていうのがセットになっているっていうことが最初の段階では除染だけしか説明されてなくて、地元の人たちは全く知らされてなかったんですね。誰しも知らされてなかったんです。ただその特措法の基本方針にはっきりと書かれているんですね。安全性を確保しつつ再生利用等を検討する必要があるっていうふうにはっきりと書かれているということがありまして、まあ、私たちも気づかなかったんですけれども、後付けでなんかなんていうんですか、後出しじゃんけんでこの再生利用というのを出してくるっていうのがですね、非常に姑息なやり方だなと、思います。でその費用についてももうどんどんこう大盤振る舞いで、仮設焼却炉のことをちょっと今日言おうと思ってたんですけど時間がなかったので言えなかったんですが、本当に非常に不透明になってまして、その費用の流れがですね、その中でこの中間貯蔵の費用に限らず、この後始末関係、原発事故の後始末関係の費用が非常に不透明で、中でも仮設焼却炉の費用っていうのはその最たるものだと思ってまして、1兆6000億円ぐらいもう仮設焼却炉だけで2018年までで使っちゃってるんですけれども、それにもかかわらずですね、その後の2018年度までは一応追いかけられたんですけれども、その後の費用が環境省のホームページから全然見つけられなくなってしまって、
どうしたもんかなって言って途方に暮れてたんですけれども、漢方っていうのに載っているっていうことを知りまして、私お金を出してその漢方の閲覧権利を買って、それで漢方を見たんですけれども、漢方にも載ってないんですよ。でこれはどうしたことだろうと思って、その漢方の担当部署に問い合わせをして、担当者に聞いたんですけれども、担当者はですね、びっくりしてるんですよ。そんなはずはないって、漢方には全て載るはずなんだと言うんですね。で調べてもらったらやっぱり載ってないねということで、その担当者も説明できなかったんです。ということで、もうこれは裁判やるしかないのかなと思って、そこでもうストップしちゃってるんですけれども、やっぱりここのやっぱりお金があってこそのこの再利用なり再収処分ができる話なので、やっぱりお金のところをですねこう一つ抑えるっていうのは非常に重要かなと思っております。ですのでメディアの方もぜひその辺追及していただきたいなと思っております。以上です。瀬川です。環境省は全部環境省の責任でやりますと最後までね言ってたんですけど、そう言うしかないんですよね。だから100ベクレルと8000ベクレル基準っていうやつがまあ一番で、つまり100、要するに原子力規制法で100を下回らない限りは放射線障害防止措置が必要となっているわけですね。ところが100を超えて8000までというのは全管理するからいいんだと、100以下はもう管理も何もしないでほったらかしもいいよという基準で、8000以下は管理するから100を超えてていいんだと言ってるので、全部最後まで環境省が責任を持たないと8000以下100を超えるやつはという形でしかやれないわけですよ。だから何百年環境省が責任を持ってって言うしかないんだろうなと。で除去土壌と、除染廃棄物っていうのを分けてますという最初の方のお答えだったんですけど、廃棄物の方は特措法で指定廃棄物の基準として8000ベクレルがあるんですね。ところが土壌の方は除染した土壌は福島県内のは全部中間貯蔵へと、要するに除去土壌って全部ひっくり返って除去土壌なんですよ。除染で出たやつは何の基準もないんでね。だからそこで省令に8000入れないとならないんで、今入れてないんですよね。指定廃棄物の方だけ、指定廃棄物8000ってはっきり決まってるのは、それがもう2011年以来廃棄物なんだけど、土壌は決まってないから、決まらないと再生利用したくってしょうがないんだけどできないという状態に今いるわけですね。で全責任を持つっていうことは誰が規制するんだってことで、IAEA にも言われちゃってるんですね。規制と事業ってはっきり分けとかないといけないよってもう書いてあるので、それが最終報告書まで入ってきたらどうするのか。国という規制するような立派なところはやるから大丈夫なんです、100年管理し続けますって言うしかないという状況なんですよね。だから国ってなんだっていうか、なんで国、そういう国はなんで信用できるのかっていうと、やっぱり民主主義国家で国民の支持、市民の支持があるから、できるので、この問題は今官僚主導だとかその民主主義の在り方に関わってる大きな問題だと思ってるので、100と8000という問題はですね、だから海洋投棄もは問題で結構みんな注目したんですけど、この問題をみんなが注目するようにするにはどうしたらいいんだろうなというのが一番私たちの大きな課題だと思っています。以上です。今日はありがとうございました。モンマと申します。私先ほどもちょっとお話ししましたけども、中間貯蔵施設の、元そこに住んでおりまして、そこの地権者でもあります。そういう面で言うと、
中間貯蔵を作るときはですね、環境省は何と言ったかっていうと、これは放射能は集中管理をすべきなので一箇所に集めてということで、中間貯蔵地権者の方々も協力してくださいということで進めました。まあ今日のお話は全く今度はそれと逆のことを、時間が経ったらこう平気でお話をするというようなことですから、やはりむちゃくちゃだなというような思いですね。それと中間貯蔵施設をこの計画の時ですね、震災が起きた、その夏8月からですね、国は中間貯蔵というものを計画を始めておりましたけど、その際に大熊町や双葉町、当初は楢葉町も入っておりましたが、ここにこの住民や地権者という皆さんは蚊帳の外でした。先ほど三田さんの方からやはりそういうその、まあ、国民とかそういったところが後回しになって、その環境省と首長がですね、手を握って物事を政治させるということが心配というような趣旨のお話をされましたが、中間貯蔵を作る時がまさにそのやり方でありましたから、やはり一度やることはもう一度やると。しかもルールは先ほど瀬川さんがおっしゃったように、二重基準の100ベクレルと8000ベクレルです。でこういうことを進めて、むちゃくちゃな進め方をするとどうなるかっていうと、私は一番の原発事故の被害者である福島県や大熊町、双葉町、原発の立地のところのその人たちと、それとそれ以外という形での分断と対立ということが出てくるということを一番心配しております。ここは国が風評加害という言葉を作ってですね、まさしく被害者を加害者扱いにさせたやり方で先例があります。そういう面では開かれた対話ということが必要ですので、ここにいらっしゃる皆さんがお話になっている省令改正というような姑息な手段ではなくて、やはり国会の場できちんと議論した法律の改正ということが当然この民主国家においては求められるということだと考えています。今の国環境省のやり方っていうのは、まあ3つ挙げれば情報隠しであり、時間稼ぎであり、最後は今日のお話でお聞きになられたように責任逃れの発言ということですから、それをやはり阻止するというようなことで、やはり皆さんと合わせて頑張っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、どうも。私は、非常に気になってずっといたのが、要するになし崩し的に何でもやってしまうということですね。で、一番最初覚えていらっしゃるでしょうか、その災害の廃棄物をどう処理していくかという時に、放射性廃棄物、放射性物質で汚染されたものを全国で焼却するっていうことをやりましたよね。大反対運動があったにもかかわらず、量は大したことないから、放射線量大したことないから全国でばらまいてやれ、結果的にそういうことになりましたよね。で、環境省はその結果をどういうふうに、環境省だけじゃないと思うんです、国はというか減災本部だとか、それから経産省とか、そういう関係のところは一体何を考えたんだろうかということなんだと思うんです。で、一つは理解醸成をしていくと。で、長い期間かかって理解を醸成して、汚染水も大丈夫、再生利用という形もいいという、そういうようなことで、またもう一度全国にばらまきたいというふうにしたんだろうというふうに思ってるんですね。で、要するに水俣病とかいうものを学びながら、公害、原子力のこう損害賠償やなんかのことについて、こう実にうまくそれを利用してるなという感じがするんですけど、同じように
同じことが言えるような気がします。ただやっぱりある一定の時間を経ったことが逆に国民の人たちにとってもいやこれはまずいよっていうことを思うこともあるんだと思います。でその一つでそれをどのところでごまかすかっていうのが今の一つのそうなんていうかやり方なんだと思うんです。で私が一つ非常に気になっていたのはもし再生利用をしてしまった時に国は責任を免れて利用されたところしたところの市町村だとか県だとか農家だとかいうことがに結局責任を押し付けていくことになるんじゃないかと。だけどやっぱり今日分かったのはそれはそうですとはやはり口が裂けても今のところは言えないんだということだしだというふうに私は思いました。でもですよ、それは今そうであってそう言って省令なり何なりを作っていい加減なものを作ると結局国が責任を逃れ、つまり国はどういう形で責任を最終的に取るんですかということをもしですよ、こういう形でやるとしたならばきちんと法律上の仕組みを作らないといけない。今人たちがなんとなく言ってるのは受託委任ですかって私が聞いたのはそういう委任なんていうことをやらせてしまったらですよ、最後まで片っぽは受託者なんだという言い方をすると何が起こるかっていうと法的なものを妨げて契約関係の中だけでやってきますよっていうことをやりかねない。だからきちんとやる。そうすると何が起こるかというとそんなもん法律は作れませんよ。だから法律でそこまできちんとやらなければこういう再利用をやれないんだっていうことをどうにかみんなに理解してほしいなっていうのが一つです。でとっても上なんだけれどもなんとなく国の責任がごまかされるような形のことをしてはいけない。でこれはもう一つですね、私は環境省だけを責めても問題は解決しないと思って、基本は原子力委員会からもちろん規制委員会もちろんどこまで責任を持つんだということを聞かなきゃいけないし、それから再生利用だから規制委員会から離れるんだっていうようなことをやらせちゃいけないような気がするんですね。つまり特措法も特措法は環境法の中だから規制委員会から外れるんだって言われてしまうということになるけれども、何らかの関与で責任を取らせる必要がありそうだし、それから経産省とそういうところの必ず取引駆け引きがあるんだ、いろんなものがある。ただ環境省って弱いんです、実はずっと環境省と関わってきている限りにおいてとても弱い省庁で、要するに私はよく言われてたのは経産省の持っている資料を公開してもらえないんだと。なぜだか分かりますか。環境情報です。情報はなんて目的に沿ったものでなければ情報公開しないんです。だから目的が多少違ってしまうともう情報公開しない、国民に情報公開しないんじゃなくて省庁間でもできる。つまり行政が取得した情報はその取得した目的に沿ってのみ情報を公開する、情報を別の時の利用に使うことができるんだと。したがってそれとは違う目的で情報を、利用しようとするときにはこちらの情報が使えないというそういうことになってるんですね。これはだからいい面もあるんですよと、大変大事なことでもあるわけですから、そうでないこともだからそういうその省庁間の問題とかそういうものも全部含めて実はこの問題は成り立っていて非常に厳しいものがあるというふうに私は思っているんですね。ですから
どこをこういうものをやるときに直接は環境省が矢面になるんだけれど、関連するようなことは他の省庁、つまり再稼働の問題とかそういう問題とかいうものを結びつけながら皆さんでいろいろ考えていかないといけないのかなっていう気もしています。ただそこまで広げちゃうとなかなか大変なので、少なくとも特措法での処分の中に本来はそもそも入れちゃいけないもんだ。で、入れられるっていうのはなぜかっていうと基本方針だ。で、基本方針それを書いてそのオーソライズしてるわけです、行政解釈です。そして再生利用を最後まで国が責任を見る、面倒を見るということを言わざるを得ないのはこれは当然なんです。特措法の時の8000ベクレル基準を国が明言したことからクリアランス基準とは違いますよと言った以上はそうせざるを得ない。じゃあそうせざるを得ない時に最後どうしていくのか、それをどうやって、担保していくのかっていう最善のその大変難しい問題にぶつかって、実は今度再生利用に関連するようなところにたくさん法学者が入ってる、技術検討委員会も入ってるんですよね、確かね。で、技術検討委員会でしたよね、堀さんが入ってたね、そうです。そういうところにまで入れてる、法律の人を入れてる。で、それ多分そういうこともとてもこの問題って押し通すと思うんだけど、それに対して合理的な根拠を示すための理屈ってかなり難しいと思うので、こういうことをいろんな形できちんと発信しながら皆さんと考える機会をやっぱり持っていきたいなっていうふうに考えております。ごめんなさい、長くなっちゃってすみませんです。あと発言されてない抜島さんや山坂さん、林さんか、林さん、お疲れ様でした。発見としては、IAEA はね、お墨付きには使えないという、もう使いたいところだけを使うみたいですね。で、率直な議論をしてもらったけれども、率直な議論の内容は公開できないという、だからここは要注意だとか、そのままじゃいけないんじゃないかというような危機感をもし委員が示したんだとしても、そんなのは出さないわけですね。で、 IAEA は必要はないって言ったけれども、環境省としては、やるというふうに、話して、いました。で、だからもしもう IAEA が言ってるからっていうふうにもし使われようとしたらですね、今日はそういう議論では、ね、前回はそんな議論ではなかったんだという根拠のとなるような今日の説明だというふうに記録できたらばなというふうに私は逆に思いました。で、研究室で大学の研究室で使うときにはきちんと管理しなければいけなくて、勝手に外にばらまいてしまったらですね、怒られてしまうようなものなわけですね。厳重管理が求められるもの、それをもういろんなところでですね、使えるようにするっていうのは、普通のその放射性物質アイソトープを使っている研究者であれば、ね、おかしいというふうに思うことなんではないのかなと思います。で、今日のね、どうですか、私横から見分からなかったんですけど、楽しそうでしたか、官僚の皆さんは。なんかこれやりたいことを一生懸命やって、世のため人のためになるからっていう感じ、横から見て全然なかったんですけど、前から見たらどうでしたかね。本当は2番目です、増えてた。本当はやりたくないんですよね、きっとね。だからやりたくないことをやめて、もっといい方法をやりましょうという議論をね、広めていくことが、この問題に限らずいっぱいあるんじゃないのかなと思いましたね。そういう意味でも、ただこの環境省の官僚たちを責めていてもですね、仕方がないので、この苦しい中で本当のことを言ってくれた部分はですね、大いに利用してやることが
彼らにとっての本望かもしれないなと思いました。すみません、あとでいい。はい、そちら。私からはあまり言うことないんですけども、まあ、この問題結構やっぱり広げていくのに、結構苦労するところがあると思うんですけれども、まあ、今日の、まあ、今日の、あの収穫としてはともかく、所沢も新宿御苑もともかくやるんだというふうにはっきり言ったので、やっぱりそれが一つ、あの運動を広げていくきっかけになるんじゃないかと、まあ、それにきっかけにしていかなきゃならないというふうに思っております。以上です。大阪さん、とても時間に入ったのを大阪でございます。私も法律をやってるんですけれども、あの本日はあの途中からというか遅れて参加しておりましたので、あの会の皆さんは本当にお疲れ様でした。もう大体あのお話が出てたと思うんですけども、あの、まあ、環境府省ですね、私はこれまで賠償の方にやってましたが、その時もですね、文科省が所管してるんだけれども相手は文科省だなというふうに思っておりました。あの磯田先生がおっしゃっていたような、あの警察庁とかですね、裏にいろんなこうしがらみを、があった上であの対応していて、ただ我々としてはやっぱり表に立っている人と交渉しないといけないわけですよね。で環境省さんとだからこの問題はあの付き合っていかないといけないんですけれども、まあ、あの敵というよりはあのサポートしてあげるという形で、あの磯野先生すごく優しくいろんなこうご提案がありましたけども、まあ、そういうスタンスでやっていくとですね、あの喜んではないと思いますけども、あのこれから対話が続けていけるんじゃないかなと思ってあの聞いておりました。はい、あのまた次回とかも参加していきたいと思っております。でマイクいただきましたけども、あの宇野さんもそうですし高野さんもそうですし、はい、なのであのメンバー他にもいるので、はい、あ、どうぞ。あのニュープラの三輪です。あのずっと撮影をしております。カメラの立場から一言、あの伊藤最初冒頭にありましたけど顔を映す内容という問題、これ実はですね5年ぐらい前から始まっておりまして、私の経験では一番最初防衛省なんですね。辺野古のあの皆集会の時にも顔を取るなと、それが経産省に広がっていって、まあ、原発問題ですけど、その後も外務省だ文科省だ規制委員会だもどん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 広がっていって5年経ってこういう状況になってます。ほとんど全て顔を取るなと。でそれまではあの顔を取るっていうのはどういうことがあったかっていうと、嘘ついてる時分かるんですよね。人によってね、あのこう目がピクピクしたり、頬がこうピクピクしたり、耳だけ赤くなったりです。あ、こいつ嘘ついてるなと。あの辺野古のあのマヨネーズの上に生地作れますよとかですね。それから汚染水飲んでも大丈夫ですよなんていう時に、ね、やっぱり目がキョトキョト泳いでたら、こいつ嘘ついてるなって分かるわけですよ。つまり顔を取るっていうのは我々にとっては、汚染水飲んでも大丈夫なのかどうなのか、もう命に関わるぐらい大事な問題なんですよね。でそのことに向こうも気がついて、その後、まあ、あの顔を取ったらもう出てやらないぞって言って、まあ、あの秘書さん困らせてるみたいなんですけども、でもねやっぱり彼ら何をしにこの場所に来てるかなんですよね。こう自分たちが日本国民の幸せとね、あの幸福のためにあのベストの方法を我々は考えてきましたと、日本中の皆さんにとってこのやり方が一番、私たち の科学的な検討の結果これが一番いいんですと、皆さんこれ分かってくださいと説得しにやってきてるわけじゃないですか本当ならば。で、そうやってあの、意見を戦わせて、そして市民の人たちに納得してもらえば彼らは自分たちの政策を推進できるわけですよ。そのことをやるために来てるし、本当にそのために正々堂々とですね顔を見せてカメラをしっかり見て、日本国民の皆さん私たちはこう訴えますって訴えればいいじゃないですか。
でその訴えが通れば彼らのやりたいことができるし、今日だって帰るときにですね、さっさと出ていかないで私のときに来てですね、撮っていただいてどうもありがとうございましたと世界中に配信してくださいって頭を下げてお礼を言ってですね、でできれば金一封ぐらい置いていくって行くぐらいのことなんですよ、本当であれば。というか彼らが真面目に仕事をしてるんであれば、それをね、指名手配みたいに顔を取ったらやべえからね、もう許さねえぞなんていうのは、これも最初から俺たちは真面目に答弁する気ないから、嘘つくから、カメラも嘘がバレないように協力しろよって言ってるのと一緒で、もうこんなふざけた態度をですね、やっぱり許してちゃいけないと思うんですよね。だから皆さん方も今後ともこういう集会で同じようなケースに遭われると思うんですけど、何度も何度もこういうことを繰り返してですね、本当にやめさせていかないといかんと思うので、ぜひ協力お願いします。どうもお疲れ様です。被爆労働ネット、レイバーネット練馬の会の立花と申します。私は被爆労働ネットの方で省庁交渉っていうのはもう何回もやってますので、今日みたいなこんな人が集まるのびっくりしちゃって、本当に向こう被爆労働ネットの場合はもうそれこそ環境省から経産省から厚労省から東電も呼びつけてもらって、安倍智子さんとか山崎誠さんにご尽力いただいてやってるもんで、うちはっていう感じでこっちの集まる方が少ないくらいで向こうの方がずらっと並ぶみたいな感じでやってんだけども、今日みたいに向こうがね資料を持ってきてね手配りしてくれるなんてね、そんなの初めてで、まあなんていい人たちかしらとかなんか思いながら、この野郎とか思いながらやってますけれども、こうヒアリングっていうのは、ヒアリングはあくまでもヒアリングでしかないんですよ、交渉ではないわけね。だからここでいくら不規則発言して文句言ったってへでもないわけよ。だからやっぱりさ、大衆的にもやってくにはこういうのを重ねて黙ってはいねえぞっていう、こういう団体がいるんだよっていうのを見せつけるのと同時に、やっぱり抗議行動ですよと言ったって、今時抗議行動つったってさ、年寄りが10人か15人集まりましたみたいな感じでさ、悲しい展開じゃないですか。警察署もテントヒルバだってそうだけども、だからねやっぱりもっと知ってもらうっていうのが必要だと思って、私はレイバーネット練馬の会っていうのを立ち上げて、練馬の駅直結の安く借りれて中で飲食もできて結構やりたい放題できる映像施設を、123人の映像施設を毎月使ってみんなでまあそれなんとなくこう受けそうな映画とトークの集いみたいな格好で会費も安く設定して、今年寄りの集会1000円だとか2000円だとかふざけんなような感じの設定でやってるところも多いんですけども、やっぱり学生とか未成年ただよみたいな感じでやっていきたいと思いますので、そういった枠の中でこの汚染との問題もまだまだ知られてない、それを知ってもらいたいと思うんですよ。でそこでやるときはそこ駅ビルなんで、駅の前でみんなでビラ巻きやると結構練馬の人ってビラ取ってくれるんですよ。毎年私たちは一連の若者たちと一緒に入管法の問題を追及するビラ巻きっていうのをやってるんですけども、そうするとみんなバス停の前だったりもするもんで、ビラ取って読みながら歩いてくれたりとか、そういう展開をねもうちょっといろいろみんなで知恵を寄せ合って考えていきましょうということで、長々と失礼しました。いいですか、ありがとうございました。ただ立花さんがこれから拡大に力を貸してくださるそうで職員集めます。ありがとう。宇野さんはいいの、私は後で最後。すいません、記者さんがいらっしゃるときにちょっと言いたかったんですが、放射能という言葉がありますが、
放射能というのはつまり放射線を出す能力というのが、まあ、一般的な意味ですが、慣用的には放射能を持つ物質という意味もあります。これは小出弘明さんが書いた意味ですの98の放射能の項にも書いてありまして、そういうことをご存知ですかと大野さんに聞きたかったんですが、また次回にしたいと思いますし、もう一つ意味出すってご存知ですかって大野さんに聞きたかったんですけど、それはできませんでした。そういう話です。これだけ先今ですね、環境大臣宛ての署名を集めてるんですけれども、なかなかこれが広がらなくてですね、一時集約を3月末にしてるんですが、いつまで今日は、ね、4月中頃までって書いて置いといた。あ、ぜひご協力お願いしたいと思います。以上です。感想は、感想っていうか、いろいろお話を伺ってて、公共事業に使うとしたらですね、公共事業の認可っていうのは国交省でやるんですよね。国交省がこういう放射能を含んだ除去土壌を持ってくることをどう考えるのか、どう受け止めるのか、何らかのつてで探ってみたいなと思いました。今日あと高野さん、いいの、よくなくない、お願いします。一言だけ。はい、皆さんお疲れ様でした。原子力表情報室の高野と申します。私は普段当室では、核のゴミの、高レベルの方の問題を担当してるんですけれども、やっぱ、構図はすごい似てるなと思いますし、今後起こってくることももしかしたら似てくるかもしれないので、すごい警戒感は感じました。要するに、今日交付金はない、まだ決めてないって言いましたけれども、ほぼ確実にやってくるんじゃないかなと思います。それも2016年でしたっけ、再生利用技術開発促進戦略だったんですけど、とにかくその戦略の中にもすでに経済的インセンティブを含む実施方針をこれから策定するっていうようなことも書いてありますし、モデル事業だとか、実証事業なんか、知見はもう集まってるって言ってましたけども、多分環境省としては、なんかその実施、普通一般でいう実証事業っていうよりは、いわゆる社会的な重要性を高めるために理解醸成の方法としてやろうとしているので、多分これからもやってくるんだろうなと思います。ですので、貧しい、これから起こりうるかもしれない貧しい自治体に対して経済的インセンティブを、与えておいて、そこである一部の人たちだけで、何か、そのモデル事業なり、実証事業なりっていうのを、やることに決めて、そこで何か、住民の理解を、なんか変なファシリテーターとかを入れて、なんか対話の場みたいなことを多分やったりして、これからやっていくだろうなということが、その核ごみの多少は関わっている人間としては、そういう暗い、何ていうか、展望が見えるので、やはり油断はせずに、ちゃんと危機感を持ってやっていきたいなというふうなことを、改めて感じました。ありがとうございました。だいぶ長丁場になりました。本当に皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。近々ですね、院内集会という形で、できるだけ早めに一席設けたいと思っておりますので、ぜひその時は声掛けさせていただければと思います。またご協力いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にどうもありがとうございました。